H.G. ウェルズ作、山形広役タイムマシン第一章時間旅行者と便宜上読んでおくは我々にとっては難解な事柄を述べ立てていたその灰色の目は輝ききらめいてそしていつも青白い顔も 好調して生き生きとしている。火が明るく燃え、銀の揺りの中の白熱口からの柔らかい放射が、我々のグラスの中をきらめきながら立ち上るあぶくを捉えている。我々の椅子は、彼の発明品なので、単に漫然と座られるにとどまらず、我々を包み込み、愛武して、そこには、 あの思考が厳密性の束縛を逃れて優雅に奔走する晩餐後の豪華な雰囲気があった。そして彼は論点を細い人差し指で記しつつ我々が座ってこの新しいパラドックスと我々が思ったものについての彼の真剣さと活力について怠惰に感嘆するのを前に このようにして説明してくれたのだった。私の話に慎重についてきてほしい。ほとんど全面的に受け入れられている観念をいくつか覆さざるを得ないでしょう。例えば学校で教わった幾何学は、ある誤解に基づいているのです。我々の手始めとするには、それはいささか話がでかくはありませんかね。 と、赤毛の議論好きなフィルビーが述べた。合理的な根拠なしに何かを受け入れろと要求するつもりはありません。あなたたちはじきに、私が必要なだけのことを認めることになるのですし、皆さんはもちろん、数学的な線、厚みなしの線は、本当の意味では実在しないということはご存知ですよね。 そこまでは教わりましたか数学的な面もそうです。こうしたものはただの抽象概念です。それはその通り、と心理学者。同じく長さと幅と厚さを持つだけの立方体も現実には存在し得ません。それには反対します、とフィルビー。 個体はもちろん存在できますよ。あらゆる現実のものは。ほとんどの人はそう考えます。でもちょっと待ってくださいよ。瞬間的な立方体は存在できるでしょうかよくわかりませんが、とフィルビー。ちょっとの時間すら持たない立方体は本当に実在していると言えますか フィルビーは考え込んでしまった。時間旅行者は続けた。明らかに全ての実態は四つの方向に延長を持たなくてはなりません。長さ、幅、厚さ、そして、期間です。でも肉体の自然な弱点、これについてはすぐに説明しますが、によって我々は、 この事実を見過ごしがちなのです。実際には次元は四つあって、そのうち三つは我々が空間の三方向と呼ぶもので、四つ目が時間です。でも最初の三つと最後の時間との間に実在しない区別をする傾向があります。なぜなら我々の意識は絶え間なく時間に沿って一方向に、 人生の始まりから終わりへと移動するからです。それは。とあるとても若い男がランプで葉巻に火をつけ直そうとしてスパスパと痙攣じみた努力をしつつ述べた。それは非常にはっきりしていますね。さてこれがかくも徹底して見過ごされているというのは実に驚くべきことです。 と、時間旅行者は、ちょっと陽気さを増して続けた。実はこれこそが四次元というものなのです。ただし四次元の話をする人の中には、自分が時間のことを語っているとは気がついていない人もいますが、それは単に別の見方をした時間でしかないのです。時間と空間の三つの次元との間には、 何ら違いはありません。唯一の差は、単に我々の意識が時間に沿って動くというだけです。でも、一部の愚かな人々は、この考え方を変な捉え方をしていますよ。この四次元について、そういう人が何を語っているか、お聞きになっていますよね。わしは聞いとらんぞ。 と地区長官単にこういうことです。空間は我らが数学者諸君によれば3つの次元を持つかのように言われています。長さ、幅、厚さと言ってもいいでしょう。そしてそれは常にお互いに直角に交わる3つの平面を参照することで定義できると。 でも一部の哲学的な人々は、なぜことさら三つの次元なのか、と考えました。他の三平面と直角に交わるもう一つの方向があったっていいじゃないか。そして四次元幾何学を構築しようとさえしたのです。サイモン・ニュー・コーム教授は、これをニューヨーク数学会に、ほんの一月ほど前に提案していましたよ。 二次元しかない平面上に三次元個体の絵を表現できますね。だから同じようにして三次元の模型によって彼らは四次元の個体を表現できると考えているのです。もしその投資法さえつかめればというわけです。ご理解いただけましたか、うん、まあ、なんとか。と、地区長官はつぶやいた。 そしてマヨネを寄せて、調校状態に入り込み、その唇を、神秘的な呪文を唱えるもののように動かしていた。うん、わかったと思う。しばらくして彼は、突然打って変わったように明るく述べた。では、言わせていただきますが、この私も、四次元幾何学については、 かなり前から研究していたのです。いくつかの結果は奇妙なものです。例えば、ここに8歳の男性の肖像があります。こちらは15歳、こちらは17、こちらは23、という具合です。これらは明らかに、いわば断面図です。固定され改変不可能な四次元の存在の、 三次元表現というわけです。これが適切に理解されるだけの間を置いて時間旅行者は続けた。科学的な人々は時間が空間の一種だということをよく知っています。ここによくある科学的な図があります。気象記録ですな。今私が指でなぞっている線は 気圧計の動きを示しています。昨日はとても高く、昨晩は下がり、今朝は上がって、じわじわとここまで上昇しました。もちろん水銀は、一般に認識される空間の次元のどれかに沿って、この線をたどったわけではありませんよね。でも、それは間違いなくこの線をたどったわけです。 したがってこの線は時間次元に沿ってのものだったと結論せざるを得ません。医師は暖炉の石炭を行視しながら述べた。しかし、もし時間が空間の四番目の次元に過ぎないのであれば、なぜそれは今も昔も何か違ったものとして受け取られていたのでしょうか。そしてなぜ我々は、 空間の他の次元のように、時間の中を移動できないのでしょうか。時間旅行者はにっこりした。空間の中を自由に移動できるというのは本当ですか左右にも行けます。前後も確かに自由自在ですし、人は常にそうしてきました。だから二次元で我々が自由に動くことは認めます。 でも、上下はどうでしょう。重力が我々をそこで制約します。そうとは言えない。気球があります。と、医師。でも気球以前は、軽いじみたジャンプや、地表面の不均等以外では、人は垂直方向を移動する自由がありませんでした。それでも、ちょっとは上下に移動できましたよ。 と、意志。下がる方が上がるより簡単ですね。はるかに簡単だ。でも時間の中では全く動けない。現在からは逃れられない。お言葉ではありますが、そこがまさにあなたの間違っているところなのです。全世界が間違っているのも、まさにそこなのです。我々は常に、 現在の動きから遠ざかっているのです。我々の意識存在は非物質的で次元を持ちませんが、ゆりかごから墓場まで一定速度で時間次元に沿って移動しているので、ちょうど我々の存在が地表面から8キロのところで始まったとしたら、我々が下へ向かって移動するのと同じようにね。 でも大きな問題点がありますよ。と心理学者が割り込んだ。空間では全ての方向に動けますが、時間の中では動き回れないじゃありませんか。それが我が偉大な発見の難点でした。でも我々が時間の中を動き回れないというのは間違っています。例えば、私が ある出来事をとても鮮明に思い出していたら、私はそれが起きた瞬間に戻っているわけです。文字通り、意識がお留守になるわけですね。一瞬時間を飛んで戻っているわけです。もちろん長期にわたって戻ったままとなる手段は持っていません。野蛮人や動物が、地上2メートルに居続けられないのと同じことです。 でも文明人はこの点で野蛮人よりも成果を上げています。文明人は気球に乗って重力に逆らえますし、だから最終的には時間次元に沿って自分の流れを止めたり、それを加速したり、あるいは向きを変えて逆行できると期待すべきでない方もないでしょうに。フィルビーが口を開いた。 全くそこまで行くとまるっきり。なぜダメなんですと時間旅行者。道理に反している。とフィルビー。何の道理ですと時間旅行者。議論で白を黒と言いくるめることはできるが、私は絶対に納得しないでしょう。とフィルビー。 そうかもしれません。と、時間旅行者は述べた。でも、私が四次元の幾何学について調べ出した狙いは分かってきたでしょう。昔、私は漠然とある機械の着想を。時間の中を旅行する機械ですかと、非常に若い男が叫んだ。運転手の決めた通り、 時間でも空間でも構わずに、どんな方向へも旅行する機会の着想を得たのです。フィルビーはそれを笑い飛ばした。でも、実験による証明があるんですよ。と、時間旅行者。歴史学者には実に便利でしょうな。と、心理学者が指摘した。過去に戻って、 例えば、ヘイスティングスの戦いについての定説を確認できますぞ。医師が述べた。目立ちすぎると思いませんか我々の先祖は時代錯誤をあまり多めには見てくれませんでしたから。ギリシャ語をホメロスやプラトン自身の口から習えるかも。と非常に若い男性が考えた。 そうなったら、学位予備試験について、さぞかし根掘り葉掘り聞かれることでしょう。ドイツの学者たちが、ギリシャ語を大幅に改良しましたからな。そして、未来のこともある。考えてもご覧なさい。全財産を投資して、福利で増えるようにしてから、未来へ一っ飛び。と、非常に若い男性。 厳格な共産主義を基盤に構築された社会が見つかるだろうね。と、私。全く、現実離れしたとんでもない理論だ。と、心理学者が口を開いた。はい、私にもそう思いました。だからこの話はしなかったのです。それが、実験による証明ですとと、 私は叫んだ。それが実証できるとでも実験だと頭が混乱し始めていたフィルビーも叫んだ。何はともあれあなたの実験を拝見しようじゃありませんかと心理学者。とはいえどうせみんなでたらめでしょうが。時間旅行者は 一度を見回してにっこりした。そして、その微笑をかすかに残しつつ、両手をズボンのポケットに深く突っ込んだまま、彼はゆっくりと部屋を出て、そして、彼の研究室までの長い廊下を下る彼のスリッパの音が聞こえるだけとなった。心理学者がみんなを見回した。何が出てきますかね 何やら手品かなんかでしょう。と、医師。そしてフィルビーは、バースレムで見かけたイカサマ氏の話をしようとした。でも、導入部が終わるより先に、時間旅行者が戻ってきたので、フィルビーの小話もそれっきりとなった。時間旅行者が手に持っていたのは、輝く金属の枠組みで、 小型の時計よりちょっと大きいだけで、実に入念に作られていた。造毛と透明な水晶状の物質も使われていた。そしてここで私は厳密な物言いをする必要がある。というのも、続いて起こったことは、彼の説明を認めるのでない限り、全く説明のつかないことだったからだ。 彼は部屋のあちこちに置かれていた小さな八角形のテーブルを一つ持ってくると暖炉の火の前に置いてテーブルの足の二本が絨毯にかかるようにしたそのテーブルに彼はこの機械を置いたそして椅子を寄せると座ったテーブルの上にある物体は他には小さな傘つきのランプだけで その明るい光が模型を照らしている。あとは周りにろうそくが一ダースもあっただろうか。マントルピースの上の真鍮製ろうそく立てに二本。他に壁に取り付けた食材に何本かあって、部屋全体が明るく照らされていた。私は暖炉に一番近い低いソファーに座っていたので、それを前に引き寄せて、 ほとんど時間旅行者と暖炉の間に割り込みそうになった。時間旅行者の背後にはフィルビーが座り、その肩越しに覗き込んでいる。医師と地区長官は右から時間旅行者の横顔を見ていた。心理学者は左からだ。非常に若い男は心理学者の後ろに立っていた。 みんな緊張していた。こんな状況のもとで何かトリックが行われるということは、それがどんなに入念に仕組まれて、どんなに上手に実施されたものだろうと、ほとんどありえないように思う。時間旅行者は、我々を見て、そして気候に目をやった。それでと心理学者。 時間旅行者はテーブルに肘をついて装置の上に両手を押し付けた。このちょっとした白物はただの模型です。これは時間の中を旅行するマシンの設計図なんです。これが一つだけ傾いていて、この棒の周りに奇妙なちらつく感じがして何やら非現実的に見えるのがお分かりでしょう。 と彼はその部分を指さした。それとここに白いレバーが一本、もう一本がこちらに。医師は立ち上がってその物体を覗き込んだ。見事な作りだ。作るのは二年がかりでしたよ。と時間旅行者が答えた。そしてみんなが医師の行動に続いたとき、 彼は述べた。さて、皆さんにはっきり理解してほしいことですが、このレバーを前に倒すと、マシンは未来に滑り出し、こちらのレバーはその動きを逆転させます。このサドルは時間旅行者の座席となります。今、このレバーを押して、するとマシンが動き出します。よく見ていてくださいよ。 テーブルもしっかり見てください。種も仕掛けもないことを納得してください。この模型を失った後で、インチキ呼ばわりされるのは嫌ですからね。一瞬ほど間が空いただろうか、心理学者は私に話しかけようとしたようだったが、中断した。すると時間旅行者は、 レバーめがけて指を差し出した。いや、と突然言った。手を貸してください。そして心理学者の方に向き直ると彼の手を取って人差し指を出すように言った。だから模型タイムマシンをその終わりのない旅行に送り出したのは心理学者自身なのだった。 みんなレバーが回るのを見た。そこに何の細工もなかったと確信している。風が一閃、ランプの炎が揺らめいた。マントルピースのろうそくが一本吹き消え、小さなマシンはいきなり回転して、不明瞭になると、一瞬ばかり幽霊じみたものとなり、 かすかに輝く真鍮と象下の幻影のようになった。そしてそれは行ってしまった。消滅したのだ。ランプをぞけばテーブルの上には何もなかった。みんなが一分ほど何も言わなかった。その後、フィルビーが、なんてこった、と言った。 心理学者は茫然自失状態から回復して、いきなりテーブルの下を見た。それを見て時間旅行者は嬉しそうに笑った。いかがですなそして心理学者に一別をくれると、立ち上がり、マントルピースの上のタバコの瓶のところに出かけて、こちらに背を向けて、パイプにタバコを詰め始めた。 一同は顔を見合わせた。そして医師が口を開いた。ねえあなた、これは本気ですか本当にあのマシンが時間の中へ旅立ったと信じているのですかもちろん、と時間旅行者は言って、天下用小よりに火をつけようと身をかがめた。 それから向き直ってパイプに火をつけ、心理学者の顔を見た。心理学者は動揺していないことを見せようとして、葉巻を取り出すと、それをカットせずに火をつけようとした。さらに大型のマシンをあそこでほとんど完成させてあるんです。と彼は研究室を示した。そしてそれが組み立て終わったら、 自分自身で旅行をするつもりです。すると、あのマシンが未来へ旅立ったとおっしゃるんですかとフィルビー。未来へか過去へか、私にもどっちか確実にはわかりません。しばらく間を置いて、心理学者が思いついた。もしどこかへ行ったのなら、過去のはずでしょう。 なぜですと時間旅行者。空間的には動いていないと思いますし、もし未来に旅立ったのなら、それはこの時間も通ったはずだから、まだずっとここにあるはずだからです。でも過去に旅立ったなら、この部屋に最初に来た時にも見えていたはずでしょう。それに、ここにみんなが来た木曜日にも、 その前の木曜も、そのさらに前にも、と私。深刻な反論ですなあ、と、地区長官は、公正さを漂わせつつ、時間旅行者に向き直った。いえちっとも、と、時間旅行者は答え、心理学者に向かって述べた。あなたが考えてください。 あなたには説明できるはずだ。色域以下の表示ですよ。おわかりでしょう。薄まった提示というわけです。ああ、そうか。と心理学者はみんなに断言してみせた。これは心理学上の単純な出来事です。思いつくべきでした。明快な話で、 パラドックスも見事に説明できます。マシンを見ることも感じることもできないのは、回転する車輪のスポークが見えなかったり、空中を飛ぶ弾丸が見えないのと同じことです。もしあれが時間の中を我々よりも50倍、100倍の速度で旅しているなら、我々にとっての1秒をかけて1分を通過するなら、 それが生み出す印象ももちろん、時間の中を旅していないものに比べて、五十分の一か百分の一になるわけです。簡単なことです。と彼は、マシンのあった空中に手を走らせてみせた。ご覧なさい。と彼は笑った。我々は座ったまま、空っぽのテーブルを一分かそこら見つめていた。 すると、時間旅行者が、どう思うかみんなに尋ねた。医師が答えた。今夜のところはいかにももっともらしく聞こえますな。でも、明日まで待ってごらんなさい。朝の常識を待ってごらんなさい。本当のタイムマシーンをご覧になりたいでしょうか。と、時間旅行者。 そう述べたと同時にランプを手に取って彼は長い風通しの良い廊下を通って我々を研究室に先導した。ちらつく明かりと彼の奇妙な幅広いシルエットになった彼の頭、影の踊り、みんなが不思議に思って疑いつつも後に従ったこと、そして研究室の中に 先ほど我々の目の前から消え失せた小さな気候の拡大版を目にしたことをはっきりと覚えている。一部はニッケル、一部は造形、一部は明らかに岩結晶から削り出したか切り出したものだった。ほとんど完成していたが結晶でできた棒が図面何枚かの横に 未完成のまま転がっていた。その一本をよく見ようと手に取った。どうやら水晶のようだ。医師が述べた。ねえあなた、本当に本気ですかそれともこれは手品ですかなこないだのクリスマスに見せてくれた幽霊のように。時間旅行者はランプを掲げた。 あのマシンに乗って、私は時間を探検するつもりです。わかりますか生まれてこの方、これほど真剣だったことはありません。一人残らず、どう受け取るべきか戸惑っていた。医師の肩越しにフィルビーの視線を捕まえた。彼は真面目腐ってウィンクしてみせた。 第二章。その時は、誰一人として、タイムマシンを完全に信じていたわけではないと思う。実のところ、時間旅行者は賢すぎて、信用ならない種類の人物だったからだ。彼の全てが見えたと思えることはなかった。彼の明るい明けっぴろげさの背後には、いつもちょっとした秘密、 何か待ち伏せしている小細工があるように思えるのだった。フィルビーがあの模型を示して、時間旅行者と同じセリフで状況を説明したのだったら、彼のことはこんなに疑ってかからなかっただろう。というのも、彼の動機が理解できたはずだからだ。豚肉屋でもフィルビーは理解できる。 でも時間旅行者の性格は気まぐれぶりが少々などというものではなかったのでみんな彼を信用しなかったもっと賢さの劣る人物なら動かぬ証拠に思えることですら彼の手にかかると小細工に見えた何かを簡単にやってしまうのは間違いだ彼の言うことを本気にした真面目な人々は 彼の振る舞いについて、決して確信が持てなかった。みんな彼についての評価に自分の評判をかけるのは、育児所に卵の殻のような瀬戸物を置くも同然だということをなぜか知っていた。だから、その木曜日と次の木曜日との間で、時間旅行についてさほど口にした人間は、ほとんどいなかったと思う。 とはいえ、その奇妙な可能性は、間違いなく、ほとんどみんなの頭の中を駆け巡っていただろう。その実現可能性、その現実的な信じがたさ、それが示唆するアナクロニズムの奇妙な可能性と、完全な混乱。私はといえば、あの模型のトリックが、ことさら頭を離れなかった。 これについては、輪廻協会で金曜日に出会った医師と議論したのを覚えている。似たようなものを中便弦で見たと語り、ろうそくが吹き消されたことを特に強調していた。が、そのトリックの実際の仕掛けは彼も説明できなかった。次の木曜日、私はまたリッチモンドに出かけた。 多分私は時間旅行者を最も頻繁に訪れる客だっただろう。そしてちょっと遅れてついてみると、すでに客間に四五人が集まっていた。医師は片手に紙切れを、もう片手に時計を握っていた。私は時間旅行者を探してみました。そして、もう七時半です。 食事をした方がいいと思いますが。と、医師。〇〇はどこですと、家の主人の名前を私は挙げた。今来たところですかちょっと変なのですよ。彼は何か避けがたいことで捕まっているそうです。このメモを残していて、七時に彼が戻っていなければ、 私が主導して夕食を始めてくれと言うんです。戻ったら説明するから、と。夕食を無駄にするのももったいないですからな。と、有名な日刊誌の編集者が言った。そしてそこで医師が鐘を鳴らした。前のディナーに出席していたのは、医師と私を除けば心理学者だけだった。 他の人々はブランク、すでに述べた編集者、あるジャーナリスト、そしてもう一人、物静かで物言わぬ髭を生やした人物だ。私の知らない人で、彼は私が観察していた限り、その晩一度も口を開かなかった。時間旅行者の不在について、 多少の憶測がディナーのテーブル上を飛び交った。私は冗談半分に時間旅行だろうと述べた。編集者は何のことか説明してくれと言い、心理学者が進み出て、その前の週の同じ日に我々が目撃した、正真正銘のパラドックスとトリックについて、木で鼻をくくったような説明を始めた。 その説明の真っ最中に、廊下側のドアがゆっくり無音で開いた。ドアの正面にいた私が真っ先に気がついた。やあ、こんばんは、やっとおいでですか。そしてドアがもっと大きく開いて、一堂の前に時間旅行者が立っていた。私は驚いて叫び声を上げた。 次に彼を見た医師も叫んだ。これはまた一体どうしたんですかそしてテーブルの全員がドアの方を見た。彼は驚くべき惨状だった。上着は埃まみれで汚れ、袖は緑で汚れている。髪はボサボサでずっと灰色を増したように見えた。 ほこりと土のせいか、それともその色が本当に汗たのだろうか。顔は恐ろしいほど真っ青だ。顎には茶色い切り傷がある。治りかけた傷だ。表情は激しい苦闘のせいか、やつれて引きつっていた。一瞬、光で目がくらんだかのように戸口でためらった。 それから部屋に入ってきた。足の悪い小敷きのようにビッグを引いて歩いている。みんな黙って彼を見つめ、何か言うのを待ち受けた。彼は一言も言わず、痛々しい様子でテーブルのところまで来ると、身振りでワインを示した。編集者はシャンペーンをグラスに満たし、それを彼に押し合った。 それを飲み干すとかなり落ち着いたようだ。テーブルを見回すとかつての微笑の名残がその顔に浮かんだのだ。いや一体何をやっておったのですかと医師。時間旅行者はそれが耳に入らなかったようだ。どうぞお構いなく。と言い、空のグラスを差し出して催促し。 それをまた一気に飲み干した。うまい。目が輝きを増し、頬に少し血の気が戻った。その視線が我々の顔の上を走り、鈍く頷くと、さらに暖かく快適な部屋を見回した。それからまた口を開いたが、一言一言探るような話し方だった。 ちょっと洗って着替えてきます。そうしたら戻ってきて説明しましょう。そのマトンをちょっと残しておいてください。ちょっと肉に飢えているもので。彼は部屋の向こうの編集者を眺めた。彼はここでは珍しい客だった。そして彼の具合を尋ねた。編集者は質問を始めた。 時間旅行者は答えた。すぐに話します。私は変なので、すぐにちゃんとしますから。彼はグラスを下ろし、階段のドアに向かって歩き出した。再び私は彼がビッグを引いていることと、一歩ごとに柔らかいピタピタという音に気がついて、立ち上がってみると、 部屋を出かけの足が目に入った。足はちぎれて血の染みた靴下しか履いていなかった。するとドアが彼の背後で閉まった。上の空で後を追いかけようとしたが、彼が自分自身のことで騒がれるのをいかに嫌うか思い出した。一分ほどだろうか、私は内心で心を決めかねていた。 その時、高名なる科学者の驚くべき振る舞い、と編集者が職業柄見出しで考えて口に出すのが聞こえた。そしてこれが明るいディナーテーブルに注意を引き戻した。ジャーナリストが述べた。何のゲームですアマチュアカージャーでもやっていたんですか何やらさっぱりわかりませんよ。 私は心理学者と目があったが、彼の目にも私と同じ考えが浮かんでいた。痛々しく上海に向かう時間旅行者のことを考えた。他に誰も彼がビッグを引いていたのには気がつかなかったと思う。この驚きから真っ先に完全に回復したのは医師で、彼は金を鳴らし、 時間旅行者はディナーで召使いたちを待たせるのが大嫌いだった。熱い料理を持ってこさせた。同時に編集者がうなり声とともにナイフとフォークを手に取って無言の男がそれに続いた。ディナーが再開された。会話はしばらくは声高で驚愕のための間が時々あった。 すぐに編集者は好奇心を抑えきれなくなったようだった。我らが友人はそのつつましい所得をクロッシングで補填なさっているのですかそれともネぶかどネざる王的な狂乱の時期を定期的に迎えるわけですかと彼は尋ねた。間違いなくこれは彼のタイムマシン絡みの出来事でしょう。 と、私は、前回の会合について、心理学者の話の続きを済ませた。新しい客たちは、率直に不信を表明した。編集者は反論した。その時間旅行とやらは、一体何ですパラドックスの中を転げ回ったところで、誇りまみれにはならんでしょう。 そして話が腑に落ちるにつれて、やゆを始めた。未来には服のブラシがないのでしょうか。ジャーナリストも絶対に信じようとはせず、その話全体に山ほど嘲笑を投げつけるという簡単な作業に、編集者と共に取り掛かった。二人とも、あの新種のジャーナリストだったのだ。 陽気で何も恐れない若者たちだ。明後日のニュース特別取材班よりお伝えいたします。と、ジャーナリストが話しているところだった。むしろ叫んでいたというべきか。そこへ時間旅行者が戻ってきた。彼は普通のイブニング用衣服を身につけ、私を驚かせたあの変化を思い出させる者は、 彼のやつれた外見を除けば何もなかった。編集者は冗談めかして言った。何ですかここにいらっしゃる方々によれば何やら来週半ばあたりまで旅をしてらしたとか。ローズベリーのことを教えてくださいよ。9時なら何を買いなさるね。時間旅行者は 何も言わず自分の席に着いた。昔ながらのやり方でさっと微笑した。私のマトンはどこだ肉に再びフォークを突き刺せるとは、なんと素晴らしいことだろう。話を、と編集者が叫んだ。話なんかどうでもいい、と時間旅行者。食べ物をくれ。 血管にペプトンを入れるまでは一言も喋らんぞ。ありがとう。それと死をくれ。一言だけ。時間旅行をしてきたのですかと私。はい。と時間旅行者は頬張りながら頷いた。そのままの様子を書いてくれたら、一行あたり一シリング払いますよ。 と、編集者。時間旅行者は、グラスを物静かな男の方に押しやり、爪で弾いた。すると、彼の顔を見つめていた静かな男は、身震いと共に飛び上がって、ワインを注いだ。ディナーのその後は居心地が悪かった。私はといえば、いきなり質問が口をついて出そうになり、 それは他のみんなも同様だったと断言しよう。ジャーナリストは緊張を和らげようとして、ヘティポッターの小話をした。時間旅行者は、食事にだけ関心を向け、小じきまがいのガツガツぶりを示した。医師はタバコを吸って、まつげ越しに時間旅行者を眺めた。物静かな男は、 いつもよりさらに動転しているようで、不安のあまり、シャンペーンを繰り返し血然と飲み干していた。とうとう時間旅行者は皿を押しやり、一度を見回した。謝らねばなりません。ただとにかく空腹だったもので、とんでもない時間を過ごしていたのです。 彼は葉巻に手を伸ばして、その一端を切った。だが、喫煙室に来てください。油まみれの皿越しに語るには、長すぎる話ですから。そして通りすがりに鐘を鳴らしつつ、彼は臨室へと一度を先導した。ブランクとダッシュと長寿に、マシンの話をなさったんですか と彼は安楽椅子に身を沈め、新山の客をな指しつつ私に尋ねた。だが、あんなのはただのパラドックスだ。と編集者。今晩は議論できません。お話はできますが、議論はできません。もしお望みなら何が起きたかはお話ししますが、でも割り込むのはご遠慮。 私も話したいのです。それもひどく。ほとんどは嘘に聞こえるでしょう。ならそれでもいい。そう思われようと全部本当なのです。一つ残らず四時に研究室にいて、それ以来私は8日間を過ごしたのです。どんな人間もこれまで過ごしたことのないような日々を、 もう疲れ果てていますが、この話を皆さんにするまでは眠りますまい。話したらベッドに行きます。でも中断しないでください。ご了解いただけますか了解、と編集者が述べ、残りのみんなも了解と反響した。そして、それとともに時間旅行者はいかに記したように、 その物語を語り始めた。最初は椅子に深く持たれて、疲れ切った人物のように話をした。その後、だんだん生き生きとしてきた。それを書き記すにあたって、私はその語り口を表現するペンとインクの至らなさを、そして何よりも私自身の至らなさを、実に切実に感じている。 皆さんはおそらく十分に慎重に読んでくださるだろう。でも小さなランプの明るい輪の中に浮かぶ和車の白い率直な顔も見られなければ彼の声の抑揚も聞こえない。物語の展開につれての彼の表情の推移もわからない。我ら聞き手のほとんどは影の中にいた。というのも 喫煙室のろうそくには火が灯されず照らされているのはジャーナリストの顔と物静かな男の膝から下の足だけだったのだ。最初のうちはみんなお互いに何度も顔を見合わせた。しばらくするうちにそれもやめみんな時間旅行者の顔だけを見つめていた。 第三章。先週の木曜日に、皆さんの一部には、タイムマシンの原理をお話しして、実物を未完成の状態で、工作室でお目にかけました。今ここにあるものです。ちょっと旅でくたびれていますが、そして象牙のバーの一つはひびが入り、真鍮のレールが曲がっています。 でも残りはちゃんとしっかりしています。金曜日に完成させるつもりでしたが、金曜に組み立てが終わりかけたところで、ニッケルのバーの一つがちょうど1インチ短いことに気がついて、これを作り直させなければなりませんでした。ですからマシンは今朝まで完成しなかったのです。 初のタイムマシンがその第一歩を記したのは、今朝の十時でした。私は最後のたたきを加え、ネジを全部締め直して、水晶ロッドにもう一滴油を刺して、サドルに座りました。次に何が来るのだろうかという私のその時の気分は、自分の頭に拳銃を当てた自殺者さながらだったでしょう。 片手に軌道レバーを握り、停止レバーをもう片方で握って、最初のを押して、そのほぼ一瞬後に二番目のを押しました。くらっと来たようです。落ちてゆくような悪夢のような感覚がしました。そして見回すと、研究室は全く前のままです。何か起きたのでしょうか 一瞬頭が混乱したのかと思いました。それから時計に気がつきました。一瞬前と思えた時点では、時計は十時一分過ぎかそこらでした。今それはほぼ三時半になっていました。私は深呼吸して歯を食いしばり、両手でスタートレバーを握ると、 ずんという音を立てて出発しました。研究室はもやがかかったようで暗くなりました。ワチェットさんが入ってきて、どうやら私が見えないようで、そのまま庭のドアに向かいました。多分ここを横切るのに一分もかかったでしょうか。でも私には、ロケットのように部屋を突進して横切るように見えました。 レバーを目いっぱい先へ進めました。ランプを消したように夜がやってきて、一瞬で明日がやってきました。研究室はかすかでもやがかかったように見え、それからだんだん薄れてきました。明日の夜が真っ暗になってやってきて、それから昼、また夜、また昼、 それがどんどん速度を増しました。渦巻くつぶやきが耳を満たし、奇妙なめくらめっぽうの混乱が意識に降りかかってきました。時間旅行の奇妙な感覚は、どうもお伝えしようがありません。とんでもなく不快なものです。スイッチバックの鉄道に乗った時とまさに同じ感覚があります。 どうしようもない真っ逆さまな移動の感覚です。やがて衝突するという同じ恐ろしい予想も感じました。勢いを増すにつれて昼と夜が黒い翼の羽ばたきのように入れ替わります。研究室を示唆するおぼろな様子はすぐに崩れ去り、そして天を高速に太陽が横切るのが見えました。 一分ごとに空をよぎり、一分ごとに一日が記されるわけです。多分研究室は破壊されて、空き地になったのでしょう。何か建築の足場のような印象が漠然とありましたが、動くものを識別するには、すでにあまりに高速に動いているところでした。這、はいずる極めて低速なカタツムリですら、 私には早すぎた。闇と明かりのきらめく連続は、目にはあまりに苦痛でした。それから間欠的な闇の中で、月が新月から満月までの月齢で、急速に回転するのが見え、そして回転する星もかすかにうかがえました。速度を増しつつ進むにつれて、 やがて昼と夜の点滅は一つの連続的な灰色へと融合しました。空は素晴らしく深みのある青となりました。夕暮れすぐにあの素晴らしく明るい色です。飛び回る太陽は炎の帯となり輝くアーチとなって空に浮かびます。月はもっとかすかに点滅する帯です。 そして星は空の青の中でちょっと明るい円が時々一瞬灯るのを除けば全く見えませんでした。風景は霧がかってぼんやりとしていました。私は相変わらずこの家が今も立っている斜面におりまして斜面の肩が頭上に灰色くぼやけてそびえていました。 木々が蒸気の塊のように成長して変化するのが見えました。茶色になったと思えば緑になり育ち、広がり、震え、そして枯れます。巨大な建物がかすかに美しく立ち上がり夢のように消えるのを見ました。地表面の全てが変わったようです。 目の前で溶けて流れるかのよう、私の速度を記録するダイヤルの針は、ますます早く回転しています。すぐに太陽の軌道が、1分以下で下肢から下肢へと上下するのに気がつきました。つまり私の速度が、1分1年に相当するということです。そして1分ごとに、 白い雪が世界に散らついては消え、そしてまばゆく短い春の緑にとって変わられました。出発した時の不快な感覚は、もうさっきより収まっていました。最後にそれは、一種のヒステリックな陽気さえと煮詰まっていったのです。マシンの説明のつかない奇妙な揺れについては申し上げました。 でも意識が混乱しすぎて、それに対処することもできず、一種の狂気にとらわれて、私は未来に飛び込んでいったのです。当初は止まろうとはほとんど思わず、こうした新しい感覚以外のことはほとんど考えませんでした。でもすぐに、新しい一連の印象が、心中に膨れ上がり始めました。 一種の好奇心と、それに伴うある種の恐怖です。そしてそれが、ついには完全に私を圧倒しました。目の前を駆け抜けては変動する、おぼろでぼやけた世界を間近で見れば、いかに奇妙な人類の進歩、我々の未発達な文明から、 いかに素晴らしい進歩が実現したかを見られるかもしれない。巨大で素晴らしい建築。我々の時代のどんな建物よりも、はるかに壮大なものが周りに立ちましたが、それは輝きと霧でできているかのようでした。もっと豊かな緑が斜面を流れるように登り、冬らしき中断なしにそこにとどまりました。 私の混乱のベールを通してでさえ、地球はとても平穏に見えました。そして私の頭はやっと、止まるにはどうしようかという問題にたどり着いたのです。ここで固有の危険性は、私またはマシンが占有する空間に、別の物質が存在するという可能性でした。 時間の中を高速で移動する限りにおいては、これはほとんど問題になりませんでした。私はいわば薄まっていました。間に入る物質の隙間を蒸気のようにすり抜けていたわけです。でも停止するには、私自身を分子ごとに、何であれ私の行く手のあるものの中に押し込むことになるわけです。 つまり、私の原子を障害物の原子と非常に密接な接触状態に持ち込むわけで、凄まじい化学反応、下手をすると大規模な爆発が生じ、私と我が装置をあらゆる次元から未知の世界へと吹き飛ばす可能性があります。この可能性は、マシンを作っているときに、 何度も何度も頭に浮かんだのですが、その時は仕方がないリスクだと思って、喜んでそれを受け入れたのです。男として引き受けるべきリスクだと。今やリスクが回避不能となって、私はかつてほど嬉しげにはそれを考えられなくなりました。実際問題として、すべてのものの異様な奇妙さ。 マシンの気分が悪くなりそうな振動と揺れ何よりも果てしなく落ち続けているような感覚のおかげで知らぬ間に神経が完全におかしくなってしまったのですこのまま絶対止まれないんだと自分に言い聞かせると感触を爆発させたように私はすぐに止まろうと決意しました慌てた愚か者のように 私はレバーの上にラグして、するとマシンはだらしなく横転して、そして私は宙を投げ出されました。耳の中で雷のような音がしました。一瞬気絶していたかもしれません。周りには無情にも氷がうなって降り、私は横転したマシンの前の柔らかい土盛りに座っていました。 すべてはまだ灰色に見えましたが、すぐに耳の混乱が消えたことに気がつきました。見回すと、どうも庭園の小さな芝生らしきところにいて、それがシ投げの茂みに囲まれています。そしてその深紫と薄紫の花が、降り注ぐひょうに打たれて、次々に落ちてゆくのに気がつきました。 地面に跳ねて踊るひょうは、マシンの上空に雲状にかかって、煙のように地面に叩きつけます。一瞬のちにはびしょぬれになっていました。お前たちを見に数えきれない年月を旅してきたのに、大した歓迎だよ、と私はつぶやきました。すぐに、 そもそもびしょぬれになったこと自体が愚かだと気がつきました。立ち上がってあたりを見回しました。すると巨大な像が明らかに何か白い石から刻まれて霧がかった香水を通じて尺投げの向こうにぼんやりとそびえています。でも世界のその他のものは何も見えませんでした。 その時の感覚を説明するのは難しい。降り注ぐ氷の柱が細くなるにつれて、白い像はもっとはっきり見えるようになりました。銀のカバの木がその肩に触れていたから、かなり大きなものです。白い大理石でできていて、何か羽の生えたスフィンクスのような形ですが、 その羽は脇に垂直についているのではなく広げられていたので滑空しているように見えました。台座は見たところブロンズ製で六章に覆われていました。たまたまその顔がこちらに向いていました。何も見ていないその目は私を見ているかのようです。その唇には かすかに微笑が浮かんでいました。かなり風化していて、それが病気のような不快な印象を与えていました。しばらくは立ち尽くしてそれを眺めていました。30秒ほどでしょうか。それとも30分だったか。降り注ぐ氷が強まったり弱まったりするたびに、 こちらに向かってきたり下がったりするように見えました。やっと私は一瞬そこから視線を引き剥がし、そして氷のカーテンがかなりかぼそくなり、空が明るんできて、太陽の約束が見えてきていることに気がつきました。うずくまる白い像を再び見上げると、自分の旅の無鉄砲さが、 一気に認識されてきました。この霧のようなカーテンが完全に消え去ったら何が現れることだろう。人類にはありとあらゆることが起こった可能性がある。人類共通の情熱として残虐さが発達していたらどうしよう。この期間に人類がその人間らしさを失って、 何か非人間的で共感しがたい圧倒的に強力なものに発達していたらどうしよう。私なんか旧世界の野蛮な獣にしか見えず共通の類似点のためになおさら恐ろしく剣をすべき存在にすら見えるかもしれない。即座に殺してしまうべき醜悪な生き物と思われるかもしれない。 すでに他の大きな形が目に入っていました。嵐が止むにつれて、入念なパラペットや高い柱を持った巨大な建物に、森の茂った斜面がぼんやりと迫ってきます。私はパニック状の恐怖に襲われました。タイムマシンの方に慌てて向き直り、調整し直そうと苦闘したのです。 そうするうちに、雷雨の中に、日光の筋が差し込んできました。灰色の香水は脇へ押しやられ、幽霊の引きずる衣装のように消えうせました。頭上には、濃い青の夏空が広がり、かすかな茶色い雲の切れ端が、やがて渦巻いては消えうせました。周辺の大きな建物は、 はっきりと目立つように浮かび上がり、雷雨に濡れて輝き、その途中でくっついた溶けていない氷のために、白い模様がついています。見知らぬ世界で裸になった気分でした。澄んだ空気の中で、頭上に鷹が羽ばたいていて、急降下してくるのを知っている鳥のような気分だったかもしれません。 恐怖は狂乱にまで膨らみました。私は深く息を吸い込んで、歯を食いしばると、またもや肘と膝を使って、マシンと必死で格闘しました。私の必死の努力にあって、マシンは根負けしてひっくり返りました。それが派手に顎に当たりました。サドルに片手をかけ、 片手をレバーに乗せて、はあはあと荒い息をついてそこに立った私は、再びマシンに乗り込もうとしました。でも、マシンを起こしてちょっと安堵が戻ってきたので、勇気も回復しました。この遥かな未来世界を、もっと好奇心を持って、怯えずに眺めてみました。 手近な家の壁高くにある丸い空き地に、豊かで柔らかいローブに身を包んだ一団が見えました。向こうも私を見て、その顔がまっすぐこちらを見ています。その時、近づいてくる声がしました。白いスフィンクスの隣の茂みをやってくるのは、走ってくる人々の頭と肩でした。 その一人が、私がマシンの横に立っている、小さな芝生にまっすぐつながる小道に現れました。彼は小さな人物でした。身長1メートル20センチくらいでしょうか。紫のチュニックを着て、それをウエストで革ベルトにより締めています。サンダルかバスキン。 どっちかははっきりわかりませんでした。を履いています。足は膝までむき出しで、頭も毛がありません。それを見たとき、私は空気が実に暖かいことに初めて気がつきました。彼は見るからに美しく優雅な生き物でした。何とも言いようがなく脆弱な感じでした。 校調した顔は、肺病患者の美しい方を思わせました。かつて我々がよく耳にした、あの消耗病の美です。彼を見て、私は急に安心感が戻ってくるのを感じました。そして、マシンから手を離しました。第四章。 次の瞬間、我々は向かい合って立っていました。私とこの未来から来た繊細そうな生き物です。彼はまっすぐにこちらに歩み寄って、目を見て笑いかけてきました。彼の振る舞いに恐怖の印がまるでないことがすぐにわかって驚きました。それから彼は、後ろに続いていた二人の方を振り返り、 奇妙なとても甘く液状の言葉で語りかけたのです。他の人々もやってくるところですぐにこうしたエクスクイジットな生き物たち8人から10人ほどに囲まれました。一人がこちらに話しかけます。奇妙なのですが自分の声が彼らにはきつくて深すぎるのではないかという考えが浮かびました。 そこで私は頭を振って、耳を指さすとまた首を振りました。彼は一歩進み出て、ためらうと私の手に触れました。すると、他にも柔らかく小さな手が背中や肩に触れるのが感じられました。私が本物かどうか確かめているのです。 これには全く怖いことはありませんでした。この綺麗な小さい人々には何か安心させるようなものがありました。優雅な穏やかさ。何か子供じみた警戒心のなさ。さらにみんな実にか弱く見えて、宮中儀のように一ダースくらいまとめて放り投げられそうでした。 でも彼らの小さなピンクの手がタイムマシンをいじっているのを見たとき、急に動いて警告しました。ありがたいことに手遅れになる前に、私はこれまで忘れていた危険に思い当たり、マシンのバーの上にかがむと、マシンを動かす小さなレバーをねじって外し、ポケットに収めました。 それから何とか意思疎通ができないかと思いつつ振り返りました。それから彼らの姿形をもっとしっかり見てやると、彼らのドレス伝じきじみた綺麗さにさらに奇妙なところをいくつか見つけました。髪はみんなカールしていましたが、首と頬のところで急になくなっていました。 顔には毛が全く見当たらず、耳は不思議なくらい小さいものでした。口も小さく、唇は明るい赤で、いささか細く、小さな方が尖っていました。目は大きくて優しく、そして、これはこちらのエゴのように思えるかもしれません。 期待したほどの興味を示してくれていないようにさえ思えたのです。彼らは私と意思疎通をしようという努力を全く見せず、単に周りに立ったまま柔らかいークーいう音で話し合っているだけだったので、こちらから会話を切り出しました。タイムマシンと自分を指さしました。 それから時間をどう表現したものか、ちょっと躊躇してから、太陽を指さしました。すぐに紫と白のチェックを着た、風変わりに綺麗な小人物が、私の仕草を真似て、雷の音を真似て、こちらを驚かせてくれました。一瞬ひるみましたが、彼の身振りの眼意は単純極まりないものでした。 いきなり、ある疑問が頭に浮かびました。この生き物どもは、馬鹿なのではないか。これがどんなにショックだったか、なかなかお分かりいただけないと思います。2800年かそこらの人々は、知識の面でも技芸の面でも、あらゆる点で、凄まじく進歩しているだろうと、 昔から思っていたのです。ところがその一人がいきなり、現在の五歳児並みの知的水準しかないことを伺わせる質問をするのですから、要するに、私が雷雨に乗って太陽からやってきたのか、と聞いたのです。彼らの服装や、か細い軽い手足、細い姿を見ても、保留していた判断が、 本格的に蘇ってきました。失望の流れが心をよぎりました。一瞬タイムマシンを作ったのは無駄だったのかと感じました。私は頷くと太陽を指さして雷鳴を実に真に迫って真似てみせたので、みんな怯えたようでした。 みんな一歩かそこら下がると頭を下げます。それから一人がこちらに笑いながらやってきて、まるで見たことのない花の輪を持ってきて首にかけてくれました。このアイデアは楽しげな拍手で迎えられました。そしてすぐにみんなあちこちと走り回って花を探し、笑いながらそれを私に投げかけて、 花びらで窒息しそうなほどでした。ご覧になったことのない皆さんは、数えきれない年月にわたる育成が作り出した花の繊細さや素晴らしさが想像もつかないでしょう。そして誰かがおもちゃを手近な建物で展示しようと思いついたようで、私は白い大理石のスフィンクス。それはずっとこちらを観察し、 驚きぶりに微笑するようでした。の横を通って、腐食した石造りの広大な灰色の建築物に連れてこられました。連れ立って歩くうちに、圧倒的に深淵で知的な子孫への確信を持った期待がふと思い出され、我ながらおかしくてたまりませんでした。建物は巨大な入り口をしていて、 全体はとてつもない大きさでした。もちろん一番興味を引いたのは、増える一方の小さな人々の群衆で、また目の前で影を作り謎めいた様子で口を開ける大きな開いた入り口も興味を覚えました。彼らの頭上越しに見た世界の全般的な印象は、美しい茂みや花のごちゃごちゃした荒れ地、 長く放置されていたのに雑草のない庭園というものでした。背の高い奇妙な白い花が突出しているのをたくさん見かけました。多分すべすべの花びらは差し渡しで30センチはあったでしょうか。それは色とりどりの茂みの中、あちこちに散らばって生え、野生のようでしたが、 でも申し上げたように、その時にはじっくり観察はしませんでした。タイムマシンは、尺投げの中の土もりの上に無人で残されました。入り口のアーチは豊かに掘られていましたが、もちろんその彫刻をあまり細かく見はしませんでした。ただし通過するときに、 古いフェニキア装飾の名残を見たような気はして、さらにそれがひどく壊れていて、風化しているのに驚かされました。明るい服を着た人々が、もう何人か戸口で私を迎え、みんなで中に入りました。私はむさ苦しい19世紀の衣服をまとって、それだけでもグロテスクなのに、花で飾り立てられて、 明るく柔らかな色合いのローブと輝く白い手足のうねる集団に囲まれメロディアスな笑いと楽しげな会話の渦中にいたのです巨大な入り口はそれに比例して巨大な広間に出ましたそこは薄暗くなっていました屋根は影になっていて窓は部分的には色付きガラスで覆われ 部分的にはガラスなしでしたが、押さえた光を通していました。床は何かとても硬い白い金属の大きなブロックでできていました。プレートでもスラブでもありません。ブロックでしかもかなりすり減っていました。多分過去の世代が行ったり来たりしたせいで、通り道の部分は深くえぐれています。 その広間の長手方向に沿って、磨いた石のスラブでできたテーブルが無数にあって、それが床から30センチほど持ち上がっており、そのてっぺんには果物の山がありました。一部は一種の肥大したラズベリーとオレンジだと見受けられましたが、ほとんどは見たことのないものです。テーブルの間には、 ものすごい数のクッションが散乱しています。そのクッションの上に、私の先導者たちは座り、私にも座れと身振りで示します。見事なまでに何の儀式もなく、彼らは手づかみで果物を食べ始め、皮や芯などはテーブルの周りの丸い空き地に投げ捨てています。 私も彼らの潜みに習うのはやぶさかではありませんでした。喉が渇いて腹も減っていたからです。そしてそうしながら、暇を見てはその広間を観察していました。そして何よりも驚いたのは、その荒れ果てた様子だったかもしれません。ステンドガラスの窓は幾何学模様しか示していませんでしたが、 あちこちで割れていて、その低い部分にかかっているカーテンには、ほこりが厚くこびりついています。そして手近な大理石のテーブルの角が砕けているのも目につきました。それでも全体的な雰囲気は極めて豊かで壮麗でした。その広間で食事をしている人は数百人ほどだったでしょうか。そのほとんどが、 できるだけ私の近くに座り、興味津々で私を眺め、食べている果物の上で小さな目を輝かせています。みんな同じ、柔らかいのに強い絹状の材質を身にまとっていました。ちなみに彼らの食事は果物だけでした。はるか未来のこの人々は、厳格な菜食主義者で、 彼らと一緒にいる間は、ある程度の肉体的な渇望にもかかわらず、私もまた果物だけ食べるしかありませんでした。実は後で分かったのですが、馬も牛も羊も犬もすべてイクシオザウルスの後を追って絶滅してしまったのでした。でもその果物は素晴らしく美味しいものでした。 特に私がいた間ずっとシーズンだったらしき果物、三面の鞘に入った小麦粉状のものです、は特に美味しくて、それが私の主食でした。最初はこうした各種の奇妙な果物や、目にした奇妙な花に戸惑いましたが、やがてその重要性が理解できるようになってきました。でも、 今は遥か未来の果物の夕食の話をしていたんでしたっけ。やがて食欲が少し収まり、我が新しい人々の言葉を断固として学ぼうという決意をしたのです。明らかにそれが次にやるべきことでした。手始めにその果物を使うのがお手軽そうでしたので、それを持ち上げて、 一連の問いただすような音や身振りを開始しました。言わんとするところを伝えるのは随分苦労しました。最初のうち、その努力は驚きの業種か、止めどない笑いを持って迎えられたのです。でもやがて、金髪の小さな生き物が、こちらの意図を理解して、名前を何度も繰り返しました。 連中はぺちゃくちゃ喋って、何が行われているかを延々とお互いに説明し合わなければ済まないようで、その言語の見事な可愛い音を立てようという最初の試みは、凄まじく面白がられたのでした。でも、自分が子供たちの中の校長先生のような気分になって、辛抱強く続けるうちに、 やがていくつかの名詞句を使いこなせるようになりました。それから指示代名詞、そして食べるという動詞もものにしました。でもそれは父としてはかどらず、小さな人々はやがて退屈して、こちらの質問から逃げようとし始めます。そこで私は、むしろ必要に駆られて、向こうの気が向いた時に、 少しずつ教えてもらおうと決めたのです。そしてすぐに、それがいかに少しずつかを思い知ることになりました。というのも、これほど怠惰ですぐに疲れる人は見たことがなかったくらいだったのです。この小さなご主人たちについて、すぐに気がついた奇妙な点は、彼らが関心を持っていないということです。 彼らは子供のように驚きの叫びを上げつつやってきますが、子供のようにやがてこちらを調べるのをやめて、他のおもちゃを追いかけて、ふらふらと向こうに行ってしまいます。夕食と会話の発端が終わって気がつくと、こちらを囲んでいた人々は、ほとんど全員いなくなっています。また私自身、 すぐにこの小さな人々を無視するようになったのも奇妙なことです。上が収まると同時に、入り口を通って日に照らされた外に出ました。これら未来の人々には、さらに続々と会いましたが、みんなしばらくついてきて、ぺちゃくちゃ喋っては笑い、親しげに微笑して身振りをしてみせると、また私を放ってどこかへ行ってしまいます。 大ホールから出ると、夕暮れの穏やかさが世界を覆いつつあり、あたりは夕日の暖かい光に照らされていました。最初、物事は実に困惑させるものでした。何もかも自分の知っている世界とはまるで違っています。花でさえも。後にしてきた大建築は、 広い川による峡谷の斜面に立っていましたが、テームズ川は現在の位置から1マイルほどもずれていたでしょう。2キロかそこら離れたところにある丘のてっぺんに登ってやろうと思いました。そこからなら、紀元80万2701年の地球をもっと広く見渡せるでしょう。ちなみに、 タイムマシンの小さなダイヤルが記録していたのはそういう日付でした。歩きながら世界の置かれた豪華な廃墟状態を何とか説明するのに役立つどんな印象でもいいから探し回ったものです。というのも廃墟状態には違いなかったからです。例えばちょっと丘を上がると巨大な大理石の山が 大量のアルミの塊でまとめられていて、急な壁の広大な迷路やくしゃくしゃの山があって、その中に非常に美しいパゴダのような植物、イラクサかもしれません、があったのですが、それが葉の周りが素晴らしい茶色に染まっていて、棘もないのです。何やら巨大な構造物の倒壊した残骸なのは明らかでしたが、 何のために建てられたものかは見極められませんでした。後になって非常に奇妙な体験を運命づけられていたのはここでした。もっと奇妙な発見に初めて出くわすことになるのです。が、その件についてはまた檻を見て話すことにしましょう。突然思いついてしばらく休んでいたテラスからあたりを見回すと、 小さな家がどこにも見当たらないのに気がつきました。明らかに小立住宅や、それどころか世帯そのものが消えたようです。緑の中のあちこちに宮殿のような建物がありましたが、我がイギリスの風景で、実に特徴的な性質を形成している家屋や小屋は消えていました。 共産主義か、とつぶやきが口をついて出ました。そしてそこからの連想で別の思いつきが浮かびました。私は後ろについてきたハンダースほどの小さな姿を見ました。そして一瞬でその全員が同じ形の服装をし、同じ柔らかい毛のない顔立ちと、 同じ女の子じみた丸みを帯びた手足をしていることに気がつきました。今までこれに気がつかなかったのは奇妙に思えるかもしれません。でも何もかもがあまりに奇妙だったのです。今や事態がはっきりと見えてきました。服装でも その他現在では両性の違いを示す各種の特徴や装束の差においても、この未来の人々は全く同じだったのです。そして子供たちは私の目には親のミニチュア版にしか見えませんでした。この時点でこの時代の子供たちは少なくとも肉体的には実に早熟だと判断しましたが、 後にこの見解の裏付けは山ほど得られました。この人々が暮らしている安楽さと安全性を見ると男女がそっくりなのも考えてみれば予想がつくなと感じました。男の強さと女の入和さは家族のための制度であり職業の区分は物理的な力の時代において 圧倒的だった必要性に過ぎないのです。人口が落ち着いて豊富になれば、多産は国にとっては喜びではなく、悪となります。暴力がほとんど生じず、子供たちが安全なところでは、効率のいい家族の必要性は下がり、いや、全く不要となり、子供のニーズに応えるために、 生の役割特化も消えます。我々の時代ですら、その方がは見られますし、この未来の時代には、それが完成されたのです。申し上げておきますが、これはその時点での私の推測です。後に、これがいかに現実に及ばないものだったかを思い知らされることになるのですが。 こうしたものを面白がって眺めているうちに、綺麗な小構造物に目が向きました。キューポラの下の井戸のようなものです。未だに井戸があるというのは不思議だな、とふと思いましたが、また試作を続けました。丘のてっぺんには大きな建造物はなく、そして私の歩行力は、 どうやらすさまじいものだったようで、時きに初めて一人にしておいてもらいました。自由と冒険の奇妙な感覚を持って、私は頂上まで登りました。そこには何やら見たこともない黄色い金属の座席があって、それがあちこちピンクがかって錆びて腐食し、柔らかい苔で半分覆われています。 腕置きはグリフィンの頭を模して鋳造彫刻されています。そこに座り、その長い一日の日暮れの下に広がる、我らが古き世界の広い眺めを見渡しました。それはこれまで見たこともないほど甘く美しい眺めでした。太陽はすでに地平線の下に潜り、 西の空は燃えるような黄金で、そこにいくつか紫とシンクの水平の雲がたなびいています。眼下にはテームズ川の峡谷で、そこに川が磨かれた鉄のように横たわっています。すでに濃淡様々な緑のあちこちに点在するすごい場所についてはお話ししました。一部は廃墟。 一部はまだ居住されています。あちこちに地球の荒れた庭の中に白や銀色の人影が浮かび、あちこちに何かキューポラやオベリスクの鋭い垂直線が見かけられます。生け垣もなければ財産権の印もなく、農業の存在も伺えませんでした。全地球が低減になってしまったのです。 そうやって眺めつつ、私は見てきたものについて、自分なりの解釈を当てはめ出しました。そしてその晩に、私の頭の中で形成された解釈は、こんなものでした。後に、自分の理解が半分しか正しくなかったこと、というか、真実のごく一面を、 ほんの垣い見みたに過ぎなかったことを知るのですが、自分がたまたま人類衰退期にやってきたのだと思いました。赤い日没が人類の没落を連想させたのです。初めて私は現在我々が取り組んでいる社会的な努力の奇妙な帰結を認識し始めました。でも考えてみれば、 それは確かに論理的な帰結ではあります。強さは必要性の結果として生じます。安全性は弱さを有利にします。人生の条件を改善しようという作業、人生をますます安全にする真の文明化プロセスはゆっくりとクライマックスに到達したのです。人類連合は自然に対し、 一つまた一つと勝利を収めました。現在ではただの夢でしかないことが意図的に取り組まれ進められるプロジェクトとなりました。そしてその結果が私の見ていたものだったのです。なんといっても今日の衛生状態と農業はまだ未熟な段階でしかありません。現在の科学は 人間の病気のごく一部を克服しただけですが、それでもその活動範囲を着実にたゆまず進めています。我々の農業や園芸は、ほんのちょっとした雑草を破壊して、ごく少数の豊かな植物を工作しますが、その他多くは、勝手にバランスを実現するに任せています。ごく少数の 考えてみれば何とも少ない数です。お気に入りの植物や動物をゆっくりと選択交配によって改善します。今度は新しい向上した桃、こっちではもっと便利な牛の種類、ゆっくりとしか改善できないのは、我々の理想が漠然として移ろいやすく、また知識がとても限られているからです。というのも、 自然も我々も不器用な手の中では引っ込み思案で呪いからです。いつの日かこのすべてはもっとうまく安梅されてそれがますます改善されるでしょう。よどみや逆流はあってもそれが流れの方向性です。全世界が知的で教育を得て協力するようになります。 物事は自然を支配すべく、ますます速度を増して動くでしょう。最後には、賢く慎重に我々は、人類のニーズに合わせて、動植物のバランスを調整し直すことになるでしょう。この調整が、思うに実施され、そして成功したに違いありません。それも私のマシンが飛び終えた、 あらゆる時間すべて、時間の幅のどこかで。空気にはブヨはいないし、地表には雑草もキノコもありません。至るところに果物と甘く美しい花があります。美しい蝶がひらひら飛んでいます。理想的な予防薬が実現されました。滞在中ずっと。 伝染病がある様子は全く見受けられませんでした。そして腐敗と分解のプロセスでさえ、こうした変化によって根本的な影響をこむっていたようだ、と後で言わざるを得ません。社会的な勝利も影響を受けていました。私が見たのは、素晴らしい家屋に住んで、花々しく着飾った人類でしたが、 今のところ彼らが何ら労働にいそしんでいるところは見当たりませんでした。苦労のかけらもありませんし、社会的、経済的な闘争もないようです。店舗、広告、交通など、我々の世界を構成するあらゆる商業は消えうせていました。そしてその黄金の午後に、 ここが社会的パラダイスだという発想に飛びついたのも当然でしょう。人口増から来る困難も解決されたようで、人口は増加をやめたようでした。でも、こうした条件の変化には、必ずその変化への適用が伴います。生物科学が何もかも間違っていれば話は別ですが、 人類の知性や強さの原因は何でしょうか苦労と自由です。活発で強く賢い者が生き延び、弱い者が押しやられるための条件です。有能な人々の忠実な連合、自己抑制、辛抱、意思決定に報いる条件です。そして家族制度とそこから生じる感情。 強い嫉妬、子供への優しさ、親の自己献身は、すべて幼き者たちに差し迫った危険があればこそ、正当化も指示もされるのです。さて今や、その差し迫った危険はどこにあるでしょうか。すでに夫婦間の嫉妬、強すぎる母性、あらゆる強い情熱を良くないものとする感情が生じていて、 それは今後さらに成長するでしょう。今やこれは必要ないし、我々を不快にするだけだし、野蛮な残存物で、洗練された快適な生活における不協和音なのです。ここの人々の肉体的な脆弱さ、知性の欠如、そしてあの巨大で豊富な廃墟群のことを考えました。そして、 自然が完全に征服されたのだという信念は強化されました。というのも、戦いの後には静寂が訪れます。人類は強くエネルギッシュで知性的であり、その豊富な活力を総動員して、自分の暮らす環境を変えようとしてきました。そして今や、 その変化した条件に対する反応がやってきたのです。この完全な快適さと安全という新しい条件のもとでは、我々にとっては強みであるあの落ち着かないエネルギーは弱点になるのです。我々のこの時代ですら、かつては生存に必要だったある種の傾向や欲望は、絶え間ない失敗の原因となっています。 例えば肉体的な勇気や戦闘への愛は文明人には大して役に立ちません。むしろ足を引っ張るかもしれない。そして肉体的なバランスと安全の状態にあっては力は肉体的なものも知的なものも場違いです。数えきれないほどの年月にわたり戦争や個別暴力による危険はなかったのだろう。 と私は判断しました。野獣からの危険もなく、体質の強みを必要とする無益な疫病もなく、区域の必要もない。そんな人生にとって、我々が弱者と呼ぶ者たちは、実はもはや弱くはない。彼らの方が適応しているのです。強者は はけ口のないエネルギーに悩まされることになりますから。私の見た建物の素晴らしい美は、今や無意味となった人類のエネルギーの最後の盛り上がりによるものだったのでしょう。でもその後人類は、生存条件との完璧な調和に落ち着いたのです。その勝利の繁栄が、最後の偉大なる平和を始めたのでした。 これは昔から安全のもとでのエネルギーの運命ではありました。それはアートとエロティシズムに向かい、やがて怠惰と大敗に向かうのです。この芸術的な勢いすらやがては死に絶えます。私の見た時代ではほぼ死に絶えていました。日光のもとで自らを花で飾り、踊り、 歌う。芸術精神で残ったのはそれだけ。他には何もありません。それさえも、いずれは満足しきった無活動の中に消え去るでしょう。我々は苦痛と必要性という砥石のおかげで鋭敏でいるのであり、その憎むべき砥石は、ここではついに壊されたのです。 深まりゆく闇の中で立ち尽くしながら、私はこの単純な説明で世界の問題を見切ったと思ったのです。こうした興味深い人々の秘密すべてを理解したと。おそらく彼らが人口増を防ぐために考案した仕組みがあまりに成功しすぎて、人口は一定に保たれるどころか。 減少傾向となったのでしょう。それで遺棄された廃墟も説明がつく。極めて単純な説明だし、実にもっともらしい。間違った理論の常として。第五章。この人類の完璧すぎる勝利について考えながら立っていると。 北東の空に満月が黄色く立体感を持って上がってきて、銀色の光を溢れさせていました。下では明るい小さな姿がうろつくのをやめ、無音のフクロウが横を飛びすぎ、そして夜の冷気で私は身震いしました。降りて寝場所を探すことにしました。見覚えのある建物を探しました。 そしてブロンズの台座に乗った白いスフィンクスの姿に目が映りました。スフィンクスは、昇った月の光が強くなるにつれてはっきりしてきます。それに触れた銀のカバの木も見えます。シ投げのもつれた茂みが、淡い光の中で黒く見え、そして小さな芝生がありました。その芝生を見ました。 奇妙な疑念が私の安心感に冷や水を浴びせました。いや違う、と私は強く自分に言い聞かせました。あの芝生じゃない。でもまさにその芝生だったのです。なぜなら、アバターのできたスフィンクスの白い顔がそちらに向いていたのです。 この確信が腑に落ちた時の私の気分が想像つくでしょうか無理でしょう。タイムマシンは消えていたのです。いきなり顔をひっぱたかれたかのように自分自身の時代を失うのではないか、この奇妙な新世界によるべなく残されてしまうのでは、という可能性が頭に浮かびました。 それを考えるだけで、本当に肉体的な反応が生じました。それが私の喉を締め上げ、息を止めるのが感じられました。次の瞬間、私は恐怖の発作に襲われ、斜面を大股に駆け下りていきました。一度、前のめりに転んで顔を切ってしまいました。でも、 血を拭う暇もなく飛び起きて走り続け、頬と顎に生温かい液体が流れるままにしました。走りながらずっと、ちょっと動かしただけだろう、茂みの中の邪魔にならないところに押し合っただけだ。と自分に言い聞かせ続けていました。それでも必死で走り続けました。その間ずっと、 過剰な恐怖に時々伴う確信を持って、私は自分の考えが気休めに過ぎず、マシンが私の手の届かないところに移動されたことを直感的に悟っていました。呼吸するのも苦しかった。丘のてっぺんから小さな芝生までの、おそらく3キロほどを10分もかからずにカバーしたでしょう。 そして私は若くはないのです。走りながらマシンを置いて去った自分の自信たっぷりの愚行をこわだかにののしり、おかげで息が切れる始末。大声で叫んでも誰も答えてくれません。月に照らされた世界では生き物一匹たりとも動いていないようです。芝生にたどり着くと、 最悪の恐れが現実のものとなっていました。タイムマシンは跡形もありません。黒く生い茂った矢部の中の空っぽの空間に直面した時には気が遠くなって身震いがしました。それがすぐそこに隠してあるかもしれないというように慌ててその周りを駆け回り急に立ち止まって 手で髪をかきむしりました。頭上にはスフィンクスがブロンズの台座の上にそびえ白く穴だらけで登ってきた月の光に照らされています。私の絶望を馬鹿にして微笑んでいるかのようです。あの小さな人々が私のために機械をどこかにしまってくれたのだと想像することで 慰めを得られたかもしれません。でも、私は彼らが肉体的にも知的にも、そんなことはできないのを感じ取っていました。だからこそ、私はがっかりしたのです。これまでは伺い知れなかった力があって、それが介入して、私の発明品は消えてしまいました。でも、 一つだけ確信できたことがありました。別の時代にあの完全な複製品が生まれない限り、あのマシンは時間内を動いたはずはありません。レバーの取り付け方、後で仕組みはご覧に入れます。のおかげで、それを取り外したら、何人たりともそれを操作することは不可能なのです。 あれが移動して隠されたのは空間内だけのこと。でもそれなら一体どこにあるのでしょう。多分何か狂乱状態に陥ったのでしょう。スフィンクスをずっと取り巻く月に照らされた茂みすべてに荒っぽく駆け込んでは飛び出していたのを覚えています。そしてそれにより、 何か白い動物をびっくりさせたことも、薄明かりの中で、それは小さな鹿に思えました。またその晩遅く、原骨を握りしめて茂みを殴りつけ、拳が折れた小枝のために傷ついて、血が出ていたのも覚えています。そして心が知事に乱れる中、泣いては怒鳴りつつ、 私は巨大な石造り建築の方に下って行きました。巨大な広間は暗く静かで無人でした。凸凹の床で滑り、くじく石のテーブルの一つの上に倒れ込んで、ほとんどすねを折りそうになりました。マッチを灯してすでにお話しした、埃まみれのカーテンを通り過ぎました。 そこには二番目の大ホールがあって、そこもクッションに覆われ、おそらく二十人ほどの小さな人々が眠っていました。彼らが私の二度目の登場を、随分奇妙に思ったのは間違いありません。いきなり静かな暗闇から現れて、わけのわからない騒音を立て、マッチの音と炎を手にしているのです。 というのも、彼らはマッチも忘れ去っていました。私のタイムマシンはどこだと、私は腹を立てた子供のように叫び、彼らを捕まえるとまとめて揺さぶりました。彼らにしてみれば、随分奇妙に思えたでしょう。何人かは笑いましたが、ほとんどは心底を怯えた様子でした。 周りに立っている彼らを見たとき、恐怖の感覚を呼び覚まそうとするなんて、自分が今の状況で最高に愚かしいことをやっていると自覚しました。というのも、彼らの日中の振る舞いから判断して、私は彼らが恐怖を忘れたに違いないと思ったのです。慌てて私はマッチを下ろし、一人を突き倒しつつも、 また巨大な食堂をよろよろと抜けて、外の月光の下に出ました。恐怖の声と彼らの小さな足があちこちで走っては転んでいる音が聞こえました。月が空に昇るにつれて自分のやったことをすべて覚えているわけではありません。たぶん狂乱してしまったのは、 全く予想もしない形でマシンを失ってしまったからなのでしょう。私は自分の同類たちから絶望的に切り離された気がしました。未知の世界での奇妙な動物になってしまったのです。あちらへこちらへと彷徨い、神と運命に向かって泣き叫びました。 絶望の長い夜が過ぎるにつれて、ひどい疲労に襲われた記憶があります。絶対にありえないような場所をあちこち覗いたことも、月に照らされた廃墟の中を闇雲につかみ回り、黒い影の中の奇妙な生き物に触れたことも、最後にスフィンクスの近くの地面に横たわって、圧倒的な悲嘆に暮れて泣いたことも、 それから私は眠りに落ちました。目を覚ますと、真っ昼まで、土盛りの上ではツバメガニは、手の届くところで飛び跳ねていました。私は朝の新鮮さの中で身を起こし、自分がどうやってここにたどり着いたか、なぜ自分がこんなにも深い孤独と絶望を感じているのか、思い出そうとしました。 すると頭の中がはっきりしてきました。普通のまともな日光のもとで、私は自分の状況を真正面から公平に見ることができたのです。夜間の狂乱ぶりが、とんでもなく愚かしかったことも悟りましたし、自分で自分に合理的な説明もできました。最悪の場合を想定してみようか。 仮にマシンが丸ごと失われ、あるいは破壊されていたら、当然ながら私は落ち着いて辛抱強くなり、ここの人々の風習を学んで、マシンがどのように失われたか、はっきり理解しようとして、材料や道具を手に入れる手段を身につけねばならない。そうすればいずれ、もう一台マシンを作れるかもしれない。 それが唯一の希望かもしれませんが、でも絶望よりはましです。それに何と言っても、ここは美しく面白い世界ではあったのです。でもおそらく、マシンは単にどこかへ運び去られただけでしょう。それでも落ち着いて辛抱強くその隠し場所を見つけ、力づくか狼楽かによって、 それを取り戻さなくてはなりません。そう思って私は、さっと立ち上がって辺りを見回し、水浴びできる場所がないかと思いました。朝の新鮮さのおかげで、自分も同じくらい新鮮な気分になりたいと思ったのです。興奮するのには疲れてしまいました。作業を始めるにつれて、 前日の凄まじい興奮ぶりを我ながら不思議に思っているほどでした。小さな芝生の周りの地面を慎重に調べてみました。通りがかった小さな人々の一部にそうしたことを精一杯伝えようとして無駄な質問時間を取られてしまいました。誰も私の身振りを理解してくれませんでした。 一部はポカーンとその場に突っ立って、一部はそれが冗談だと思って笑いました。その笑う可愛い顔につかみかかりたいのを抑えるのは、実に至難の技ではありました。馬鹿げた衝動ではありましたが、恐怖と目もくらむ怒りに疲れた悪魔は抑えがきかず、未だに我が困惑につけ込もうとしていたのです。 地面の方が優れた情報を与えてくれました。スフィンクスの台座と到着時にひっくり返ったマシンと格闘した私の足跡との間の半ばくらいに溝が引き裂くように刻まれていたのです。それ以外にも移動の印がありました。怠け者がつけたと思えるような 奇妙な狭い足跡などです。これで関心がこの台座に絞られました。それはすでに申し上げたと思いますが、ブロンズ製でした。ただの箱ではなく、どの面も深い縁取り付きのパネルで入念に装飾されていました。叩いてみると、台座は空洞になっていました。 パネルを慎重に調べると、それが枠とは分離しているのがわかりました。とっても鍵穴もありませんでしたが、もしこのパネルが思ったように扉であるなら、中から開くのでしょう。一つだけ間違いないことがありました。我がタイムマシンが台座の中にあると推測するのは、 対して難しくありませんでした。でもなぜそれがそこに入ったのかは別の問題です。オレンジの服をまとった人の頭が二つ、茂みの中を通って花に覆われたリンゴの木の下をこちらにやってくるのが見えました。彼らに微笑みかけるとこちらに差し招きました。彼らが来ると 私はブロンズの台座を指さして、これを開けたいのだという願いを伝えようとしました。でもこれを初めて身振りで伝えたとき、彼らの振る舞いは実に奇妙なものでした。その表情をどうお伝えしたらいいものやら、繊細な心を持った女性に、とんでもなく不適切な身振りをしてみせたとしましょう。 その時の女性の表情です。二人は、これ以上の侮辱はあり得ないとでも言うように、その場を去りました。白い服の優しそうな人物も試してみたが、結果は全く同じでした。なぜか彼の様子を見て、私は自分が恥ずかしくなりました。でも、ご承知の通り、 タイムマシーンを取り戻したかったので、もう一度その人物に働きかけてみました。彼が他のみんなと同じように背を向けると、ついカッとなってしまいました。たった三歩で追いつくと、そのローブのゆるい首回りを掴んで、スフィンクスの方に引きずって行きかけたのです。でも、その表情に浮かんだ恐怖と嫌悪を見て、 突然話してやりました。でも私はまだ負けてはいませんでした。ブロンズのパネルを玄骨で殴りつけました。何かが中で動くのが聞こえたような気がしました。正確には何かクスクス笑いのような音が聞こえたような気がしたのです。でもこれは気のせいでしょう。 それから川で大きな石を拾ってくると、それを持って殴りつけ、おかげで装飾の渦巻きが一つ潰れ、六章が粉状のかけらになって落ちてきました。繊細で小さな人々は、遠くからでも私が荒っぽい劇場に駆られて殴りつけているのが聞こえたに違いありませんが、何も起こりませんでした。 斜面に集団がいて、こっそりこちらを見ているのがうかがえました。とうとう暑くて疲れてしまったので、私は座ってその場を眺めました。でも、長く見物しているほどの落ち着きはありません。私は長い夜景をするには、あまりに西洋人すぎるのです。ある問題に何年も取り組むことはできますが、 二十四時間何もせずに待つとなると、それは話が別です。しばらくして起き上がると、あてもなく茂みの中を丘に向かって歩き出しました。そして自分に言い聞かせました。慌てるな。マシンに再開したければ、あのスフィンクスには手を出さないことだ。 もし連中がマシンをどこかへ持ち去る気なら、ブロンズのパネルを壊しても何の役にも立たないし、持ち去らないなら、いつか頼めばすぐに返してもらえるだろう。あんなわけのわからないものの中で、あんな風にパズルの前で座り込んでいるのは絶望的だ。その先には変質鏡があるだけだ。 この世界に直面しろ。その方法を学んで、観察し、その意味についての請求な憶測には気をつけろ。すると、状況のおかしさが頭に浮かびました。何年もかけて研究と苦労を重ねて未来に到達しようとしてきたのに、今や必死でそこから脱出しようとしている。 私は人類がこれまで考案したこともないほど複雑で最も絶望的な罠を自分に仕掛けてしまったのです。対象は自分自身でしたがどうにも抑えきれませんでした。私はゲラゲラ笑い出してしまいました。巨大な宮殿の中を通るうちにどうも小さな人々が 私を避けているように思えました。ただの思い込みかもしれないし、ブロンズの門を叩いていたのと何か関係があるのかもしれません。でも避けられているのは間違いないと感じました。でも私は注意して何の懸念も見せないようにして、彼らを追いかけようとは絶対にしないことにしました。 そして一日の終わりには、一人か二人が昔通りにやってくるようになりました。私は言語でも多少なりとも進歩を遂げ、さらにあちこちで探求を深めました。細かい点が理解できなかっただけかもしれませんが、彼らの言語はとてつもなく単純でした。ほとんど具体名詞と動詞だけしかありません。 抽象用語はほとんど、あるいは全くなく、描写的な言語はほとんど使われません。文は普通は単純で、単語二つしかなく、主張や提案は極めて単純なものしか、伝えることも理解することもできませんでした。タイムマシンとスフィンクスの下のブロンズの戸に関する謎は、 なるべく記憶の片隅に押しやろうと決意しました。知識が増えれば自然とそこにまた導かれるだろうと思ったのです。でも到着地点から半径数キロの範囲内にいると、ある種の感情に苛まれたことはご理解いただけるでしょうか。私の見た限り、世界はすべてテームズ峡谷と同じ。 素晴らしい豊かさを示していました。登ったすべての丘からは、同じように壮大な建物がたくさん見え、そのどれも材質や様式が果てしなく異なり、同じく緑が生い茂り、どこも花咲く木や樹木だらけです。あちこちで水面が銀のように輝き、かなたでは、 土地は青い波打つ丘陵となり、やがて空の美しさに飲み込まれていきました。すぐに目を引いた奇妙な特徴として、ある丸い井戸がいくつかあって、かなり深いもののようでした。一つは、私が初めて歩いた丘の上の小道の横にありました。他のと同じく、これもブロンズで縁取られ、 妙にすり減っていて、小さなキューポラで雨から守られています。こうした井戸の横に座り、縦穴の暗闇を見下ろしても、水の反射は全く見られませんし、マッチで明かりをつけても、反射が見えるわけでもありません。でもそのすべてで、ある音が聞こえました。ズンズンズン。 というような巨大な動力機関の鼓動のようです。そしてマッチの炎のたなびき方から、この縦穴には、ずっと空気が流入し続けていることがわかりました。さらに紙切れを一つ投げ込んでみると、ひらひらとゆっくり落ちてゆく代わりに、さっと急速に引き込まれて見えなくなってしまいました。 またしばらくして、私はこれらの井戸を斜面のあちこちに立っている高い塔と結びつけて考えるようになりました。というのも、そのてっぺんにはしばしば強い日差しにさらされた砂浜で見られるような影楼が見られたからです。いろいろ総合して考えると、複雑な地下換気システムがあるという強い示唆が得られました。 その本当の重要性は想像が困難だった。まずはそれをこの人々の衛星装置と関連づけようと思いました。すぐ思いつく結論ですが圧倒的に間違っていました。そしてここで排水や電話や輸送手段などの利便施設についてはこの真の未来での期間中に ほとんど学べなかったということは白状せねばなりますまい。ユートピアのビジョンや来るべき世界の描写は読んだことがありますが、そこには建物や社会的な仕組みなどについて莫大な細部が書き込まれています。でもこうした細部は全世界が想像の中に収まっている時にはすぐにわかるものですが、 ここで見出したような現実の最中にいる本物の旅行者にはまるで手の届かないものです。中央アフリカから出てきたばかりの黒人がロンドンについて自分の部族にどんな話を持って帰るか想像してみてください。鉄道会社だの、社会運動だの、電信電話線だの、小包配達会社だの、 為替だのとうとうについて彼に何がわかるでしょうか。でも我々は少なくともそうしたことを彼に喜んで説明してやるべきでしょう。そして我々の知っていることのうちでこの旅慣れぬ友人に理解させるあるいは信じさせられるのはどの程度でしょうか。そして今の時代において 黒人と白人の差が、いかに小さいかを考えてみてください。そして、私とこの黄金時代の感激がいかに大きいかも。私はほとんど目には見えないけれど、私の快適さに貢献していた多くのものがあることを感じていました。でも自動化された仕組みがあるという漠然とした印象以外には、 その差について、ほとんどお伝えできないのではないかと思います。例えば葬儀の面では、仮想場や墓を思わせるものは、一切見つけられませんでした。でも、ひょっとしたら自分が探索した範囲外に、墓、または仮想場があるのかもしれない、と思いつきました。これもまた、 意図的に自分に投げかけた疑問で、私の好奇心はこの点で完全に敗北したかのようでした。この物体は私を不思議がらせ、そこから私はさらにある発見を行い、それでさらに不思議さは増しました。この人々の中には、高齢者や体の不自由な人々が全くいなかったのです。 白状しますと、自動化された文明と、大敗した人類に関する最初の理論についての自己満足は、長続きしませんでした。でも、それ以外には思いつきませんでした。何が難しかったかご説明しましょう。探検した巨大な宮殿のいくつかは、ただの生活場所で、 大きな食堂と就寝用アパートでした。機械も装置も全く見つかりません。それなのにこれらの人々は快適な布を身にまとっています。これも時には更新が必要でしょう。そして彼らのサンダルは装飾こそありませんが、かなり複雑な金属細工の成果でした。 こうしたものがどうにかして作られなければならないはずです。でもこの小さな人々は創造性のかけらも見せません。店もなく工房もなくお互いの交易の様子すら伺えません。みんなひたすら穏やかに遊んで時間を過ごすばかり。川で水浴びしたり、 遊び半分に愛を交わしたり、果物を食べて眠ったり、どうやって物事が運営されているのか、さっぱりわかりませんでした。そして再び、タイムマシンのことがあります。正体はわかりませんが、何かがそれを白いスフィンクスの空洞の台座に運び込みました。なぜでしょう。 どう考えても想像つきません。あの水のない井戸も、あの陽炎を発する円筒も、ヒントが欠けているように思いました。感じたのは、どう言ったらいいでしょうか。例えば、何か書き付けを発見して、ここそこでごく普通の立派な英語で文章が書かれているのに、その間に、 単語やひょっとして文字すら全く見たこともないようなものが混じっているという感じでしょうか。とにかく訪問の三日目には八十万二千七百一年の世界は私にはそう見えたのです。またその日は一種の友達もできました。たまたま 浅瀬で水浴びをしているこうした小さな人々を見ていると、一人が足をつらせて下流に漂い始めたのです。本流はかなり急でしたが、そこそこの泳ぎ手でもそんなに強いとは感じなかったでしょう。ですから、目の前で溺れている弱々しく泣き叫ぶ者を誰もまるで助けようとしなかったということは、 これらの生き物に見られる奇妙な欠陥について何事かを物語るものでしょう。これに気がついて急いで服を脱ぎ捨てもっと下流の地点で水に入ると可哀想な奴を捕まえて彼女を安全な陸地へと引き戻しました。手足をちょっとさすってやるとすぐに息を吹き返し 彼女を後にしたときには、もう大丈夫だというのがわかって、私は満足でした。彼女の種族について、実に低い評価しかしていなかったので、感謝は全く期待していませんでした。でもこの点で私は間違っていました。これが起きたのは朝でした。 午後に探検から自分のセンターに戻りかけていたとき、あの小さな女性だと思われる女性に出くわし、そして彼女は喜びの声を上げて私を迎え、大きな花束を差し出しました。明らかに私一人だけのために作られたものです。それは私の想像力に訴えかけるものでした。 多分寂しい気持ちがあったせいもあるのでしょう。いずれにしても、その贈り物が嬉しいことを精一杯伝えました。やがて我々は、小さな石のあずま屋に並んで腰掛け、もっぱら微笑み合いからなる会話に没頭しました。この生き物の人懐っこさは、まさに子供と同じような形で私に影響しました。 お互いに花をやりとりして、彼女が私の手にキスをしました。私も同じことを彼女の手にしました。それから話そうとして、彼女の名前がウィーナということを知りました。これは意味はわかりませんでしたが、なぜか彼女にふさわしいように思いました。これが奇妙な友情の発端でした。 一週間続いて、そして終わりは、これからお話しします。彼女はまさに子供のようでした。いつも私と一緒にいたがります。どこにでもついて来ようとして、次に出かけてうろつく探索校に出かけた時には、彼女を疲れ果てさせ、ついには疲れ切って、いささか悲しげに、 私の後ろから叫ぶまま後に残していくのは胸が痛みました。でも世界の問題は理解しなくてはなりません。未来にやってきたのはさまつな恋愛ごっこのためじゃないんだ、と私は自分に言い聞かせました。でも後に残していった時の彼女の悲嘆は凄まじく、 別れる時の説得ぶりは、時に狂乱の息に達していて、彼女の献身ぶりからは、喜びと同じくらいの困惑を得たものです。それでも彼女は、なぜか実に大きな喜びをもたらしてくれたのです。彼女が私にくっついてきたのは、単なる子供じみた愛情のせいだと思っていました。 手遅れになるまで彼女を後にしたときに私が彼女にどんな危険をもたらしていたのかはっきりとは理解できませんでした。手遅れになるまで自分にとって彼女が何なのかはっきりとは理解できていませんでした。というのも単に私のことを気に入った様子を見せ弱々しく無意味な形で 私を気にかけてくれているのを示すうちに、この可愛らしい生き物は間もなく、白いスフィンクスのあたりに戻ってくるのが、帰宅に等しいような気分を作り出してくれたのです。そして丘を越えると同時に、私は彼女の白と金色の小さな姿を探すようになりました。 世界から恐怖が消えたわけではないというのを学んだのも彼女からでした。彼女は昼間は恐れ知らずでしたし、実に不思議なことに私をえらく信用していました。一度ちょっとふざけて彼女に脅かすようなそぶりをしてみせたのですが、笑い飛ばされただけでした。でも彼女は闇を恐れ、影を恐れ、 黒いものを恐れていました。唯一彼女にとって恐ろしいものは暗闇でした。それはずば抜けて情熱的な感情であり、私はそれで随分考え込み、さらに観察を重ねました。そして色々いろいろ発見したことの一つとして、こうした人々が日暮れ以降は大きな家に集まっていて、 群れて眠るということがありました。明かりを持たずにこうした家に入ると、彼らは不安がって大騒ぎします。一人として日が暮れてからは外に出ず、屋外で一人で眠る者も,もいません。でも、私は頭が硬すぎて、その恐怖が教えてくれる者に気がつかず、そしてウィーナの怯えにもかかわらず、 私はこの大群の眠りから離れて眠ることにこだわったのでした。彼女は大いに困惑しましたが、最終的には私に対する奇妙な行為が勝利を収め、我々が地域を得た5番、最後の夜も含め、彼女は私の腕を枕にして眠りました。が、彼女の話をするとつい話がそれます。 彼女の救出の前の晩だったはずですが、夜明け頃に目が覚めました。溺れて、イソギンチャクがその柔らかい触手で顔を撫で回しているという、実に不快な夢を見ていてうなされていました。ビクッとして目を覚ましましたが、何やら灰色がかった動物が、たった今部屋から飛び出していったという、 奇妙な印象が残ったのです。もう一度眠ろうとしましたが、落ち着かず、不愉快な感じでした。物事がちょうど闇からゆっくり抜け出そうとする、薄暗い灰色の時間で、何もかも色彩を描いて明瞭で、それなのに非現実的に見えるのです。起き上がり、大広間に入り、さらにそこを出て、 宮殿の前の旗台に出たのです。そこで用を足すとともに、日の出を見ようと思いました。月が沈もうとしていて、消えゆく月光と夜明けの最初の明かりが混じって、不気味な薄明かりとなっていました。茂みは陰気のように真っ黒で、地面は重々しい灰色。空は無色で陰気です。 そして斜面の上の方に幽霊が見えたような気がしました。斜面を見渡すたびにそこに何度か白い姿が見えたのです。二度は白い猿のような生き物がいささか素早く丘を駆け登っているのが見えたような気がしたし、一度は廃墟の近くでそれが三人一組で、 何やら黒っぽい物体を運んでいるのが見えました。動きは素早く、それがどこへ向かったのかはわかりませんでした。茂みの間に消えうせたようです。夜明けはまだ明瞭ではなかったことをご理解ください。ちょうど皆さんもご承知かもしれない。 あの寒い自信のない早朝の雰囲気を感じていたのです。自分の目が信用できませんでした。東の空が白むにつれ、昼の光が強まって、その鮮やかな彩色が再び世界の上に戻ってくるにつれて、私は風景の中を熱心に探し回りました。でも、 あの白い人影は影も形もありません。あれは単におぼろな光の生き物だったのかもしれません。幽霊だったんだろう。いつ死んだんだろうか。と私は口に出しました。というのも、グラントアレンの奇妙な発想がふと思い浮かび、面白いなと思ったのです。 各世代が死んで幽霊を残すなら、世界はやがて幽霊過密になってしまうだろう、と彼は論じました。その理論に従えば、八十万年ほど後では、幽霊は文字通り無数になっていたでしょうし、だから四匹一度に見たところで、何の不思議もありません。でもその冗談は満足のいかないもので、 私は朝の間ずっとあの姿のことを考えていたのですがそこでウィーナが救いに現れてそれを頭から追い払ってくれました私はそれを初めて熱心にタイムマシンを探した時に脅かしたあの白い動物となぜかしら結びつけていたのですでもウィーナの方が考えるには気分が良かった とはいえ、それらはやがて、私の意識に、はるかに恐ろしい形で取り付くことになるのです。この黄金時代の天候が、我々の時代よりずっと暑かったことは申し上げたかと思います。理由はわかりません。太陽が熱くなったのか、地球が太陽に近づいたのか、 将来は太陽がどんどん冷却化すると考えるのが通例のようです。でも若きダーウィンのような考察に慣れていない人々は、惑星はいずれ一つずつ母星に落下して戻らなくてはならないのだということを忘れてしまいます。こうした天変地異が起こるにつれて太陽はエネルギーを更新してまた燃え盛るでしょう。 そして、いくつか内側の惑星が、こうした運命を迎えたのかもしれません。理由は何であれ、太陽は今よりもずっと暑かったというのは事実です。とにかく、とても暑いある朝、確か4日目だったと思います。眠って食事をする大きな家に近い巨大な廃墟の中で、 熱と陽光から逃れようとしているとき、奇妙なことが起こりました。レンガの山を登っているうちに、狭いギャラリーに出たのですが、その端とスライド式の窓が、倒れてきた石の山でブロックされています。屋外の明るさに比べて、最初はそこは入るのもはばかられるほど、真っ暗に思えました。 明るいところから暗いところに変わって、目の前に色のついた点がちらほらしているほどだったので、手探りでその中に入りました。急に私は呪文にかかったように凍りつきました。外の日光を反射して輝く目が二つ、暗闇の中からこちらを見ているのです。 昔ながらの本能的な野獣に対する嫌悪が沸き起こりました。手を握りしめると、ぎらつく目玉をしっかりと睨みつけました。背を向けるのは怖かった。その時、人類が絶対的な安全の中に暮らしているように思えたことが頭に浮かびました。そして暗闇に対する奇妙な怯えも、 多少は自分の恐れを克服して、私は一歩進み出て話しかけてみました。その声がきつくて、抑えが効いていなかったことは認めざるを得ません。手を伸ばすと、何か柔らかいものに触れました。すぐに目は横に飛びのいて、何か白いものが脇をすり抜けていきました。 私は死ぬほど驚いて振り返り、そして奇妙な小さい猿のような姿が、独特の形で頭を下げ、背後の火に照らされた空間を駆け抜けるのを目にしたのです。それは花崗岩の塊にぶつかって、よろめき、そして一瞬で、別の壊れたレンガ壁の山の下にある黒い影の中にかき消えてしまいました。 それについての私の印象はもちろん不完全なものです。でもそれが鈍い白で奇妙に大きな灰色がかった赤の目をしているのはわかりました。さらに頭と背中にかけて甘色の毛もありました。でも申し上げたようにはっきり見て取るにはあまりに素早かった。それが四つ足で走ったのか。 前の腕をとても低く下げていただけなのかもわかりませんでした。一瞬ためらってから、私はそいつの後を追って、二つ目の廃墟の山に入っていきました。最初はそいつを見つけられませんでした。でもその広大な防爆の中でしばらくするうちに、すでにお話しした。 あの丸い井戸のような開口部の一つに出くわしました。これが倒れた柱によって半分閉じています。いきなりひらめきました。あの生き物は、この縦穴の中に消えたんじゃないか。私はマッチを灯し、見下ろすと、小さな白く動く生き物が見え、そいつが大きな明るい目で、 退却しつつもこっちをじっと睨んでいました。実に人間雲のようでした。そいつは壁を這い折りつつあって、今や初めてその縦穴に金属の足場がたくさんついていて、そこを降りるはしご代わりとなっているのがわかりました。その時マッチの火が指を焼き、手から落ちて落下するうちに消えてしまい、 そうしてもう一本マッチをする頃には小さな怪物は消えていました。その井戸の中をどれほど覗き込んでいたのかはわかりません。自分が見たものが人間だったということを自分に納得させるのに成功するまでかなりの時間がかかりました。でもやがて真実が見えてきました。 人類は一つの種のままではなく、二種類の違った動物へと差別化していったのです。地上世界の我が優雅な子供たちは、我々の世代の唯一の子孫ではなく、私の目の前を駆け抜けた、あの漂白されて醜悪な夜行性の代物も、この時代を通じてずっと子孫だったのだ。 と悟ったのです。私はちらつく消灯と自分の地下換気理論のことを考えました。彼らの真の意義がわかってきたのです。そしてこのレルームは完全にバランスの取れた組織という我が図式の中で何をしていたのでしょうか。 美しい地上世界人たちの怠惰な静音とどう関係しているのだろう。そしてあの縦穴の底、地下には何が隠されているのだろう。私は井戸の淵に座って自分に言い聞かせました。とにかく何も恐れることはないのだ、と。そして我が困難の解決のためには、 あそこに下って行かなくてはならないのだ、と。そしてそれにもかかわらず、私はそこに行くのが心底怖かった。ためらううちに、美しい地上世界の人々が二人走ってきて、日光の中を影から影へと走る、彼らの優雅なスポーツをやっていました。男が女を追いかけ、 走りながら花を投げつけています。彼らはひっくり返った塔に腕をかけて井戸を覗いている私を見つけて怯えたようでした。どうやらこうした装置について言及するのは良くないことと思われていたようです。というのも、これを指さして彼らの言語でそれについての質問をしようとすると、 彼らは一層怯えて背中を向けてしまいました。でもマッチには興味を持ったようで彼らを楽しませるために何本か吸ってやりました。井戸についてもう一度聞いてみましたがまた失敗です。そこでじきに彼らを後にしてウィーナのところに帰ろうと思いました。 彼女なら何か教えてくれるかもしれません。でも頭の中はすでに大混乱していました。憶測や印象が揺れ動いては変動し、新しいところに収まろうとしていたのです。今やこうした井戸や換気棟、そして幽霊たちの謎についてヒントが得られました。そしてもちろん、 ブロンズの門の意義やタイムマシンの行方についても、そして非常に漠然とですが、悩んできた経済上の問題の答えに向けて示唆が思い浮かんだのです。新しい見方とはこうです。明らかにこの人類二番目の種は地下に住んでいます。 彼らがたまにしか地上に登場しないのは、長く続いた地下の習慣の結果だと思わせる状況証拠が三つありました。まず、暗闇の中でもっぱら過ごす動物たち、例えばケンタッキーの洞窟に住む魚などに共通のあの漂白されたような外見があります。そしてあの光を反射できる大きな目は、 夜行性動物の共通の特徴です。フクロウや猫をご老二郎。そして最後に、日光の下で明らかに混乱していて、慌てて、しかもよたよた不器用に暗い影に逃げ出す様子。そして光のもとにいるときには、奇妙な形で頭を覆っていること。この全ては、 動向が極めて敏感だという仮説を強化するものです。すると足元では地下に凄まじいトンネルが掘られ、そのトンネルは新しい人種の居住地となっているに違いありません。丘の斜面沿いの換気シャフトや井戸の存在、いや川の峡谷沿いを除けば実はあらゆる場所にありました。は その広がりがいかに広大かを告げています。でしたら、昼間の種族の安楽のために必要な仕事が、この人口の地下世界で行われていると想定すること以上に、自然なことがあるでしょうか。この考えはあまりに納得がいったので、私はすぐにそれを受け入れ、この人類の分裂が、 どうやって起きたかを考え始めました。多分あなたたちも私の理論の方向性は予想がつくはずだと申し上げておきましょう。でも私自身はといえば、やがてそれが真実にはるかに及ばないものであると感じることになったのですが、最初我々の時代の問題から考えを進めると、 資本家と労働者の間の現在では単に一時的で社会的な相違が徐々に拡大してきたのがこの状況すべてへの鍵だということは真昼のように明らかに思えました。もちろんあなたたちにはグロテスクに思えるでしょう。そしてまるで信じられないと。でも現在ですら その方向を示すような状況が存在しているのです。文明の中であまり見栄えのしない目的のためには、地下空間を使う傾向があります。例えば、ロンドンでは都市地下鉄道がありますし、新しい電気鉄道も、地下通路も、地下の作業室やレストランもありますし、それが増えては増殖しています。 明らかにこの傾向が拡大して、やがて産業は徐々に空に対する生徒権を失ってしまったのだ、と私は思いました。つまりそれがますます深く、ますます大きな地下工場へと移行し、その中でますます多くの時間を過ごすようになって、そしてついに、今ですら、 イーストエンドの労働者たちは、実に人工的な環境に住んでいて、実質的に地球の自然な表面からは切り離されているのではありませんか。またも裕福な人々特有の成功。間違いなく教育がますます洗練され、彼らと貧困者のそやな暴力との間の溝が拡大してきたせいですが、 のおかげで、地表面のかなりの部分は、彼らの利益になるような形で囲い込まれています。例えばロンドンの周辺では、見目麗しい方の田舎のうち、半分は侵入できないように囲われているでしょうか。そしてこの広がる溝、それは高等教育の長さと費用、金持ちの洗練された習慣のための設備向上と、 魅力の高まりのせいなのですが、は、階級間の交流、現在では人類が社会的な階層化によって分断されるのを抑えている、あの階級間の婚姻による階級移動は、ますます起こりにくくなります。したがって最後には、地上には持てる者がいて、快楽と安楽と美を追求し、地下には持たざる者、 自分の労働条件に、ますます適応する労働者たちがいるようになります。一旦地下に入ったら、間違いなく賃料を支払うことになるでしょう。しかも、かなりの額のはずです。あの洞窟の換気設備がありますから。そしてそれを拒否すれば、未払い金のせいで、飢え死にするか締め殺されるでしょう。 惨めさや反逆心を感じるように作られた者たちは死にます。そしてついにはバランスが永続的なものとなり、生き残った者たちは地下生活の条件に立派に適応し、地上世界の人がこちらで感じているのと同じような幸せを地下の暮らしで感じるようになります。私の目には洗練された美と、 しおれたような蒼白さは、そこから十分自然に続いてくるものでした。私が夢見た人類の偉大な勝利は、心の中で全く別の形をとって現れました。それは私が想像したような、道徳教育と全般的な協力の勝利ではありませんでした。代わりに、 本物の貴族階級が完全な科学で武装して、今日の産業システムの論理的規決にまで突き詰めたのが見出されました。その勝利は、単に自然に対する勝利ではなく、自然と仲間の人間に対する勝利でした。警告しておきますが、これは当時の私の理論でした。 ユートピア関連書のパターンに関する手軽な案内はありませんでした。だから私の説明はまるっきり間違っているかもしれない。それでも一番最もらしい説明だと思います。でもそう想定したとしても、ついに実現したバランスの取れた文明は、多分その最盛期を遥か昔に過ぎ、 今や衰退に落ち込んで久しいようでした。地上世界人たちのあまりに完璧すぎる安全保障は彼らをゆっくりと対抗させて体の大きさも強さも知性も全般的に縮んでいったのです。この点はすでに十分にはっきりと見て取れました。地下世界人たちに何が起きたか。 その時はまだ見当がつきませんでした。でもそれまでに見たモーロックたちから判断して、ちなみにモーロックというのは、この生き物たちの呼び名でした。私がすでに知っていた美しい種族、エロイたちに見られるより、もっと激しい人間の変形を生じたものと思われます。 そして困った疑念が沸き起こりました。なぜモーロックたちは私のタイムマシンを持ち去ったのか。というのも、それを取ったのは間違いなく彼らだと思ったのです。また、もしエロイが主人であるなら、なぜ彼らはマシンを私のところに戻してくれないのか。そしてなぜ彼らは暗闇をひどく恐れるのか。 すでに述べたように、地下世界について、ウィーナに問いただし始めましたが、ここでもがっかりさせられました。最初、彼女は私の質問を理解せず、理解した後は、それに答えることを拒否したのです。そして追求すると、質問がきつすぎたのか、いきなり泣き出しました。この黄金時代に見た涙は、 自分自身のものを除けば、それが唯一のものでした。それを見て、私は慌ててモーロックたちのことで悩むのをやめて、こうした人間の遺産の印を、ウィーナの目から消滅させることに専念しました。そしてまもなく、私が荘厳にマッチを灯すのを見て、彼女は笑っては手を叩いていました。 第六章奇妙に思えるかもしれませんが新しく見つけた証拠をどう見ても適切だと思える形でフォローアップできるまでに二日かかりましたあの青白い体にどうも独特の身がすくむ思いを感じたのです彼らはミミズや 動物学博物館でアルコール漬けにして保存されているようなものに見られる漂白仕掛けたような色をしています。それに触ると気持ち悪いほどに冷たいのです。多分私が身をすくませたのはエロイからの好意的な影響も大きかったのでしょう。彼らの盲録たちに対する嫌悪を私も理解するようになりました。 翌晩はあまり眠れませんでした。健康状態もちょっと不調だったのでしょう。困惑と疑念に圧倒されていました。一度か二度理由のはっきりしない強い恐怖に襲われました。小さな人々が月光に照らされて眠っている大ホールに音を立てずに忍び込んだのを覚えています。 その晩ウィーナがそこにいました。そして彼らがそこにいることで安心したのを覚えています。その時、この数日の間に、月が最後の月齢を経て、夜が暗くなるにつれて、この地下からの不快な生物たち、この漂白したレムールたち、かつての害獣に置き換わった新たな害獣たちの登場も、 もっと頻繁になるだろうと思い当たりました。そしてこの両日、私は避けがたい責務から逃避する人物の落ち着かない気分を味わってきました。タイムマシンを取り戻すには、この地下の謎に果敢に乗り込むしかないと確信していました。でもその謎に直面できませんでした。連れがいれば、 話は違ったでしょう。でも私は、とてつもなく孤独で、あの井戸の闇に降りるだけでも、とんでもないという気分でした。この気持ちがご理解いただけるかはわかりませんが、背中にいつも危険を感じていたのです。この落ち着かなさ、この不安さのせいで、さらに探検旅行を進めようと思ったのかもしれません。 南西部の現在はコームウッドと呼ばれている高くなった地域に向かうと19世紀のバンステッドの方角に巨大な緑の構造物が遥か彼方に見えましたこれまで見た他のどんな建物とも性格が違っていますこれまで見た宮殿や廃墟のどれよりも大きくそのファサードは東洋風でした その表面は、ある種のシナの磁器のような光沢と淡い緑の色調、一種の青緑がかった感じがありました。この外見の違いは、死とも違うことを思わせました。だから前進して探求しようという気になりました。でもその日は遅くなっていましたし、その場所を見つけるまでに、 かなり長く疲れる旅をしてきました。そこで探検は翌日に回そうと決めて、小さなウィーナの歓迎と愛部のの元に戻ったのです。でも翌朝、緑の時期の宮殿に対する好奇心は、一種の自己欺瞞で、自分が心底やりたくない経験を、もう一日先送りしようとしているだけだ、というのが自分ではっきりわかりました。 どこでこれ以上時間を無駄にせずに地下に降りようと決め、翌朝早朝に花崗岩とアルミの廃墟の近くにある井戸の方に出発しました。小さなウィーナが一緒に走ってきました。井戸の横まで私の隣で踊りましたが、その淵に乗り出して覗き込んでいるのを見ると、彼女は不思議と遠惑したようでした。 さよなら、小さなウィーナ、と私は彼女にキスしました。そして彼女を下に下ろすと、パラペットの向こう側を探って、登るためのフックを探しました。かなり急いでいたと告白しましょう。なぜなら、勇気が漏れ出てしまうのが怖かったからです。最初、彼女は不思議そうに私を見ていました。 それから実に悲しげな悲鳴をあげると、こちらに駆け出して、小さな手で私を引っ張り始めました。彼女の反対ぶりは、むしろ先に進むよう私を促したと思います。彼女を、ひょっとするとちょっと荒っぽく振り払い、そして次の瞬間、私は井戸の口に入っていました。パラペットの上に、 彼女の苦悶する顔が見えたので、にっこりして安心させてやりました。それから、見下ろして、自分が捕まっている不安定なフックを見なければなりませんでした。200メートルほども縦穴を下らなくてはならなかったでしょうか。降りるのは井戸の横から突き出した金属の棒に捕まって行いましたが、これは私より、 ずっと小さくて軽い生き物のニーズに適応したものだったので、すぐに手足がしびれて疲れてきました。それもただの疲れではありません。棒の一つが重みで急に曲がり、下の暗闇に私を落としかけたのです。一瞬、片手だけでぶら下がり、その体験の後は、二度と休む気はしませんでした。 腕や背中がすぐにひどく痛み始めましたが、なるべく早い動作でひたすら降下を続けたのです。上を見ると開口部が小さな青い円盤となって見え、そこに星が見え、そして小さなウィーナの頭が丸い黒い影として見えています。下にある機械の鼓動は、 ますます大きく抑圧的になってきました。頭上の小さな円盤を覗くすべてが実に暗く、もう一度目を上げると、ウィーナも消えていました。不快感が募って辛い状態でした。縦穴を戻って登り、地下世界は放っておこうかとも思いました。 でもこれを頭の中で反芻しつつも、降下を続けました。とうとう、心底ほっとしたことに、右手30センチのところに、細い抜け穴が壁にあるのが、ぼんやり見えました。そこに飛び込んでみると、横になって休める狭い横穴の開口部だったのです。腕が痛み、背中が凝っていて、 落ちるのではとずっと怯えていたので震えていました。これ以外に途切れない闇が目には不愉快な影響をもたらしていました。空気は縦穴に空気を取り込んでいる機械の脈動と騒音でいっぱいでした。どれだけ横たわっていたのかはわかりません。柔らかい手が顔を触っているので気がつきました。 闇の中でガバッと身を起こし、マッチを掴んで慌てて一本すりました。すると地上の廃墟の中で見たのと似た、よたよたした白い生き物が三匹、光の前に慌てて退却するところが見えました。彼らのように、私には何も見えない暗闇としか思えない中で暮らしている彼らの目は、異常に大きくて敏感でした。 まるで闇の中の魚の動向と同じで、そして同じように光を反射するのです。あの光なき闇の中でも、奴らには私が見えるのは間違いありません。そして光を覗けば、彼らはまるで私を恐れていないようです。でも、連中を見ようとマッチを吸った途端、みんな慌てて逃げ出し、 暗い溝やトンネルに消えて、そこから目だけが実に不思議な形でこちらをじろりと見ています。呼びかけようとしましたが、彼らの言語はどうやら地上世界の人々のものとは違っていました。だから私は当然、我が助けのない試みの中に取り残され、探検の前に逃げようという考えが早速頭に浮かびました。 でも自分に言い聞かせたのです。お前はもう足を突っ込んでいるのだ、と、そしてトンネルの中を手探りで進むにつれて、機械の音が大きくなってくるのがわかりました。すぐに壁が開けて、大きな広場にやってきました。マッチをもう一本すると、巨大なアーチ状の洞窟に出たのがわかりました。 それは私の光の届かない暗闇の彼方にまで広がっていたのです。私が見たのはマッチの火で見えるだけのものでしかありませんでした。当然、記憶もはっきりしません。大きな機械状の巨大な形が闇の中からそびえ、グロテスクで黒い影を投げかけ、その影の中にぼんやりと、 幽霊のようなモーロックたちが輝きから身を隠しています。ちなみにそこは非常に息苦しくて圧迫感があり、空中には流れたばかりの血の周期がかすかに感じられました。中央通路を少し下ったところに白い金属の小さなテーブルがあって、そこに食事らしきものが置かれていました。モーロックたちは 何はともあれ肉食でした。その時ですら、目にした赤いジョイントに乗るだけの大型動物で、何が生き残ったのだろうか、と不思議に思ったのを覚えています。どれもはっきりしませんでした。きつい匂い、巨大な意味不明の形、影の中でうごめく醜悪な姿、そしてそれが単に、 闇が私を襲うのをひたすら待ち構えている。その時マッチが燃え尽きて指を焦がし地面に落ちました。暗黒の中でもがく赤い反転として、それまでにも自分がこんな体験にはいかに装備不足だったかと考えたものです。タイムマシンで出発した時には、 未来の人類はあらゆる道具において、我々よりとてつもなく先を行っているに違いないという馬鹿げた想定を持っていたのです。武器も医薬品も喫煙具も、時にタバコが死ぬほど恋しかったものです。マッチすら十分に持たずにやってきてしまいました。コダックを持ってくることを思いついていれば、 この地下世界の様子を一瞬で映し取ることができたでしょうに。でも現実には、そこで立っている私は、自然が与えてくれた武器しか持っていませんでした。手、足、歯。そしてそれに加えて、まだ手元に残った安全マッチが4本。私は闇の中で、 こんな各種の機械の中を前進するのが怖かった。そして光がやっと見えたところで、マッチの蓄えが底を突きかけているのに気がつきました。その瞬間まで、マッチを節約する必要があるなどとは思わず、火を物珍しがる地上世界の住民を驚かせるのに、箱の半分を使ってしまっていました。 今やすでに述べたように、マッチは四本しか残っておらず、闇の中で立っていると、手が私に触れ、ひょろ長い指が顔をなで回し、そして独特の不快な匂いがしました。そのおじけを振るうような小動物どもの群れの呼吸が、周りで聞こえたような気がしました。手に握ったマッチ箱がそっと引き剥がされ、 そして他の手が私の服を引っ張っているのが感じられます。この目に見えぬ生き物たちが私を調べている感覚は表現しようがないくらい不快でした。そして急に彼らの考え方や行動様式を知らないという認識が暗がりの中で鮮明に襲ってきました。 思いっきり怒鳴りつけてやりましたよ。連中は驚いて離れましたが、でもまた接近してきたのが感じられました。もっと大胆に私につかみかかり、お互いに変な声で囁き合っています。私は激しく身震いすると、いささか怯えたようにまた怒鳴りました。今回は向こうも本気では怖がらず、 また戻ってきながら変な笑い声らしきものを立てています。白状しますと私は凄まじく怯えていました。マッチをもう一本吸ってその輝きの保護のもとで逃げようと思いました。そしてそれを実行し、さらに炎をポケットから引っ張り出した紙切れを燃やして補いつつ、 狭いトンネルへ一目散に逃げました。でもそこに入ったか入らないかのうちに、光は吹き消され、闇の中でモーロックたちが、風にそよぐ木の葉のようにカサカサと音を立て、パタパタと雨のような足音で、後を追ってきます。すぐにいくつかの手につかまれ、それが私を引き戻そうとしているのは間違いありませんでした。 もう一本マッチを吸って、火を慌てふためく奴らの顔の前で振りました。彼らがいかに吐き気のするほど非人間的だったか、ご想像いただけないと思います。あの青白い顎なしの顔と、巨大でまぶたのないピンクがかった灰色の目、その目が盲目と驚愕の中で見つめているのです。 でも断言しますが、それを眺めるために留まったりしませんでした。再び退却し、そして二本目のマッチが消えたなら、三本目をすりました。縦穴に続く開けた場所に出た時には、それがほとんど燃え尽きていました。私は縁に横たわりました。 下にある大きなポンプの脈動でめまいがしていたからです。それから横の方の突き出したフックを手探りで探しましたが、その時両足が後ろから掴まれ、荒っぽく後ろに引っ張られました。私は最後のマッチをすりました。が、それはすぐに消えました。でもすでに昇降用の手すりに手がかかっていたので、 激しく蹴飛ばして、モーロックたちの手から自らを振りほどき、急いで縦穴をよじ登りました。彼らは後に残って、こちらの方を覗いては見上げています。ただし一人だけはしばらくついてきて、その勲章として正当にも、一蹴りお見舞いされる羽目になったのでした。その登りは果てしないように思えました。 最後の十メートル近く、死にそうな吐き気に襲われて、手すりにつかまっているのが実に難しくなりました。最後の数ヤードは、この気難しそうな感覚との恐ろしい戦いでした。何度か頭がクラクラして、落下するような感覚を味わいましたよ。でもついに、私は何とか井戸の口を乗り越え、 廃墟からヨロヨロと眩しい陽光の中に出たのです。土ですら甘く清潔な香りがしました。そしてウィーナが私の手や耳にキスし、他のエロイたちの声がしたのを覚えています。それから、しばらくは気を失ってしまいました。第七章。さて、 今や私はかつてよりひどい状況にはまったようでした。これまでは夜の苦悶とタイムマシンの喪失を除けば最終的には逃げられるという望みをつないでいたのです。が、この新しい発見によってこの希望が揺らぎました。これまではこの小さな人々の子供じみた単純さと 何か理解さえすれば乗り越えられる未知の力によって妨げられているだけだと思っていました。でも、モーロックたちの胸が悪くなるような性質には、全く新しい要素がありました。何か非人間的で邪悪なものです。本能的に私は彼らを嫌をしました。それまでは、 自分が穴に落ちた人物のように感じていました。今や罠にはまった獣で、時期に敵がやってくるような感じがしたのです。私の恐れていた敵というのには、驚かれるかもしれません。それは新月の闇だったのです。ウィーナは暗い夜に関する、当初はわけのわからない発言によって、 これを私の頭に植え付けました。今では、来たる暗い夜が何を意味するか当てるのは、そんなに難しくありません。月は細る一方でした。夜ごとに闇の時間は長くなりました。そして今や、小さな地上世界の人々が闇を恐れる理由について、 ほんの少しばかり理解できるようになりました。モーロックたちは、新月のもとでどんな野蛮な行為を行うのでしょうかと、ぼんやり思い巡らしたものです。自分の二番目の仮説が全く間違っていたことには、すでにかなり確信がありました。地上世界の人々は、かつては生え抜きの貴族だったかもしれず、 モーロックたちは、その機械的な召使いだったかもしれません。でもそれはとっくの昔に消え去っていました。人類の進化の結果として生じた二つの種は、全く新しい関係に向かっていた。あるいはすでにそこに到達していたのです。エロイは、カロリング町の王たちのように、 ただの美しい無意味な存在に堕落していたのです。まだ地上をお情けで所有はしていました。無数の世代にわたり地下で暮らしていたモーロックたちは、ついには太陽に照らされた地表面を耐え難く感じるようになったのです。そしてモーロックたちはエロイたちの衣服を作り、 その習慣上のニーズにも対応してやっているに違いないと思いました。おそらくは、奉仕という古い習慣によって、それは立っている馬が足を踏み鳴らしたり、人がスポーツで動物を殺すのを楽しむのと同じことです。古く、すでに不要となった生活上の必要性は、その肉体組織に刻まれているのです。 でも明らかにその古い秩序は部分的には逆転していました。繊細な人々の敵は着実に迫ってきています。遥か昔、何千世代も前、人は兄弟の人々を安楽な世界と陽光から押し出してしまいました。そして今や、その兄弟が変わり果てて戻ってきたのです。 すでにエロイは昔ながらの教訓を改めて学習することになっていました。彼らは恐怖を再び身近に感じるようになっていました。そして突然、地下世界で見た肉の記憶が戻ってきました。それをふと思いついたのは奇妙に思えました。 今思案していたことから連想されたわけではなく、むしろ外からの質問のように降ってきたのです。その形を思い出そうとしました。何か見慣れたものだという気がなんとなくしましたが、その時はなんだかわかりませんでした。でも、小さな人々が謎めいた恐怖にとらわれるといかに無力になるとはいえ、 私は作りが違っていました。私は今の我々の時代、人類の成熟した最高潮の時代から来たのであり、これは恐怖で麻痺したりせず、謎がその恐怖を失った時代です。私は少なくとも自衛します。躊躇せずに私は武器を作り、また中で眠れる要塞を作ろうと決意しました。 そういう拠点があれば、よごとに自分がどんな生き物たちにさらされていたか気がついて、失った自信を持って、この不思議な世界と対決できるでしょう。連中がすでに私をどういう風うに調べたか考えて、恐怖に身震いしました。午後には、テームズ峡谷に沿って彷徨いましたが、 誰にも手が出せないと思えるような場所は全く見つかりませんでした。あらゆる建物や木々はあの井戸から判断して巧みな登り手だと判断されるモーロックたちにはすぐにたどり着けそうでした。その時、緑の時期の宮殿の高い戦闘とその壁の磨き上げられた輝きが思い出されました。 そして晩には、ウィーナを子供のように肩に乗せて、私は丘を登って南西に向かいました。距離は12から13キロくらいと見積もったのですが、実際は30キロ近かったでしょう。最初は湿気の多い午後にその宮殿を見たのですが、これは距離感がかなり短く見える時間なのです。さらに、 靴の片方のかかとが緩んでいて、靴底に釘が刺さっていました。屋内で私の履いていた古い快適な靴だったのです。おかげでビッこを引くようになりました。だから宮殿が見えるようになったのは、とっくに日が暮れた後でした。宮殿は空の淡い黄色を背景に黒いシルエットとなっています。 ウィーナは抱き上げて運び始めた頃には大喜びでしたが、しばらくすると降ろしてくれと要求し、私の隣を走って、時々左右に駆け出しては、花を摘んで私のポケットに突っ込むのでした。ポケットはずっとウィーナを不思議がらせていましたが、最終的に彼女は、それが花を飾るための、 風変わりな花瓶の一種だと結論したのです。少なくとも彼女はポケットをその用途で使っていました。それで思い出した。上着を着替えるときにこんなものを見つけたのです。時間旅行者はそこで間を置き、ポケットに手を突っ込んで黙ってしおれた花を2本小さなテーブルに置いた。花は とても大きな白ゼニアオイにちょっと似ていた。そして彼は話を再開した。夜の静けさが世界に忍び寄り、丘の頂を越えてウィンブルドンに向かうにつれて、ウィーナは疲れてきて灰色の石の家に戻りたがりました。でも私は、カナタにある緑の時期の宮殿の先頭を指さし、 彼女の怯えに対して、あそこで何を逃れるのだというのを分からせようと苦闘しました。夕暮れの前に物事に忍び寄るあの大いなる間をご存知でしょうか。そよ風すら木々の間で止まります。あの晩の静止には常に何か期待の雰囲気があるように思えるのです。 空は澄んで高く、日没方向に水平に幾筋かたなびく雲以外は何もありません。しかしその晩、我が期待は我が恐怖の色を帯びていました。その暮れゆく静けさの中で、私の感覚は超自然的に鋭くなっているかのようでした。足元の地面の下の空洞すら、 感じられるように思ったほどです。それどころか、その中を見通して、蟻塚の中のモーロックたちがあちこちをうろつき、闇を待っているのが見えそうな気がしました。興奮のあまり、私が彼らの穴に侵入したら、連中はそれを宣戦線布告と受け取るのではないかと思いました。それに、 奴らはどうして私のタイムマシンを盗んだのでしょう。そこで私たちは静けさの中を進み、夕暮れが深まって夜になりました。彼方の澄んだ青が消え、星が一つ、また一つと現れました。地面が薄暗く、木々が黒くなってきます。ウィーナの怯えと疲労が募ってきました。 私は彼女を抱きかかえて、話しかけ、撫でてやりました。すると、闇が深くなるにつれて、彼女は私の首に腕を回し、目を閉じて、顔をしっかりと肩に押し付けてきました。そうやって、長い斜面を降りて谷に入り、暗がりの中で小川に踏み込みそうになりました。 それを横切って谷の反対側に登り眠れる家をたくさん通り過ぎて彫像の横を過ぎました。フォーンかそれに近い姿ですが頭がありませんでした。ここにもアカシアがありました。今のところモーロックたちの姿は全く見えませんでしたがまだ夜も早く 古い月が昇るまでのもっと暗い時間はまだこれからでした。次の丘の淵から目の前にうっそうとした森が果てしなく暗く広がっているのが見えました。これを見て私は躊躇しました。森は右も左も途切れる様子がありません。疲れていたので 特に足がくたくたでした。私は止まるとともに、ウィーナを慎重に肩から下ろすと、土りの上に座りました。緑の時期の宮殿はもう見えなくなっていましたし、自分が正しい方向に向かっているかも自信がなかった。濃い森を見て、そこに何が隠れているのだろうと考えました。 あの蜜にもつれあった枝の下では星も見えないでしょう。何か危険がそこに潜んでいないにしても、そんな危険についてあれこれ想像をめぐらせることはあえてしませんでした。つまずく根っこやぶつかる木の幹がいくらもあるでしょう。今日一日の興奮の後で私もかなり疲れていました。 そこで、今は森の踏破はやめて、今夜はこの開けた丘で過ごそうと決めたのです。ありがたいことに、ウィーナはぐっすり眠っていました。彼女を慎重に上着でくるんでやると、隣に座って月の出を待ちました。斜面は静かで何もいませんでしたが、森の闇からは時々、 生き物の気配が感じられました。頭上には星が輝いていました。夜空はとても澄んでいたのです。星の輝きには、なんだか親しげな安心感を感じました。でも昔の星座はすべて空から消えていました。人間の一生を百回繰り返してもわからないほどの、 ゆっくりした動きが、はるか昔に懐かしい星の構成を並べ替えていたのです。でも天の川は見たところ昔ながらのまだらの星くずの帯でした。南、と私は判断しました。には、とても明るい赤い星があって、今の緑のシリウスよりもさらに輝いていました。 そしてこれらすべての瞬く点の中に一つの明るい惑星が親切そうにしっかりと旧友の顔のように輝いていたのです。これらの星を眺めると突然自分自身の苦労やこうした地上生活の漆黒がつまらないものに思えてきました。星までの想像もつかない距離を考え そしてそれらが未知の過去から未知の未来へとゆっくり不可避に漂いゆくのを考えました。地軸が描く大きな再差周期のことを考えました。私の横断してきたあらゆる年月でその静かな回転はたった40回しか起きていません。そしてその数回転の中であらゆる活動、 あらゆる伝統、複雑な組織、国、言語、文学、野心、そのかつて知っていた人類の単なる記憶でさえ、存在から書き消されてしまったのです。代わりにいたのは、立派な出自を忘れたか弱い生き物たちと、そして私が恐れた、あの白い白物たちです。それから、 この両主の間にある大きな恐怖のことを考え、そして初めて突然の身振りと共に自分が見たあの肉が何だったかについてはっきりとわかった気がしました。でもそれはあまりに恐ろしいことでした。隣で眠る小さなウィーナを見て星の下で白く星のような顔を眺め、 そのまま自分の思いつきを棄却したのです。その長い夜を通じて、できるだけモーロックたちのことを考えないようにしました。そして、かつての古い星座の痕跡を、今の新しい混乱の中に見出せるようなふりをすることで、時間を潰しました。空は、玉のぼやけた雲の一つ二つを除けば、 とても澄んでいました。もちろん、時にうとうとしたはずです。そして、根津の晩が何とか続くにつれて、東方の空に、無色の火からの反射のような、かすかな光が見られ、古い月が細く尖って、白く昇ってきました。そしてその直後に、月を圧倒してかき消すように、夜明けがやってきました。 最初は薄暗く、それからピンク色に暖かくなってきます。モーロックたちは一人も近づいてきませんでした。それどころか、その夜は丘の上にも一人も見かけませんでした。そして新しい日の安心感のおかげで、それまでの恐れがほとんど根拠のないものだったような気さえしてきました。 立ち上がってみるとかかたの緩んだ靴の足が足首のところで腫れていてかかとのところが痛むことに気がつきましたそこで座り直して靴を脱ぐとそれを投げ捨てましたウィーナを起こして今や黒く人を寄せつけないどころか緑で快適な森に入っていきました 果実を見つけて朝食とします。やがて優美な連中の他の人々に会いました。太陽の中で笑って踊っている様子は、自然に夜などというものがないかのようです。その時、見かけた肉についてもう一度考えてみました。今や、それが何かについて確信が持てました。そして、 人間という大きな流れからの、この最後のか弱い最流たる人々に対し、心底から哀れみを感じたのです。明らかに、人間の衰退のはるか昔のどこかで、モーロックたちの食料が不足したのです。多分、ネズミなどの害獣で生き延びたのでしょう。今の時代ですら、 人間は昔に比べて、その食料の点で、はるかに節操がなく、襟好みがありません。どんな猿と比べても、人肉に対する偏見も、別に根深い本能というわけではない。というわけで、この非人間的なる人類の息子たちは、私は事態を科学的な精神で見ようとしました。 結局のところ、彼らは我々の三四千年前の人肉食の先祖たちと比べても人間性は少ないし、時間的にも隔たっているのです。そしてこの種のことを苦痛な責め苦にしたであろう知性もなくなっていました。なぜそれを気にしてやる必要があるだろう。このエロイたちは、 単に声太った牛でアリのようなモーロックたちはそれを保存し食べていたのです。多分繁殖もするように管理されているのでしょう。そしてそこで私の隣ではウィーナが踊っていました。そして迫ってきた恐怖に対してそれが人間の身勝手さに対する 強硬な懲罰なのだと考えることで耐えようとしました。人々は仲間の人類の労働のもとに安楽で楽しげに暮らすことに満足して必要性を金貨玉状の口実としてきたために時が満ちるにつれてその必要性が人類のもとに戻ってきたのです。カーライル式に このろくでもない大敗した貴族階級を避難もしてみました。でもこの意識的な態度をとるのは不可能でした。知的衰退がいかに大きなものだろうとも、エロイはあまりに人間の形態を保ちすぎているために、どうしても同類意識を引き起こし、彼らの衰退とその恐怖について、いやおうなく同情してしまうのでした。 その時は、どんな方向をたどるべきか、ごく漠然とした考えしかありませんでした。まず考えたのは、安全な避難場所を見つけて、金属か石の武器を工夫して作ることでした。これはすぐにも必要でした。次に、何か火をつける手段を確保したいと思いました。そうすれば、 手元に松明という武器が手に入ります。というのも、あのモーロックたちにこれ以上有効な武器はないのを知っていたからです。それから白いスフィンクスの下のブロンズのドアを破って開けられるような装置を作りたいと思いました。念頭に置いていたのは、食い打ち用の土のようなものです。 もしあのドアを入って手に光の閃光を掲げればタイムマシンを見つけて逃げ出せるという確信がありました。モーロックたちがあれをそんなに遠くまで運べるほど強いとは思えませんでした。ウィーナはこの時代に連れて帰ることにしていました。そしてこうした計画を頭の中で寝るにつれて 私は想像の中で住まいと決めた建物を目指して道を進んだのです。第八章昼も近くなって緑の磁気の宮殿を発見しましたが無人で廃墟と化していました。その窓にはガラスのギザギザの痕跡だけが残りそして腐食した金属の枠組みから 緑の外装材の大きなシートが外れて落ちていました。土盛り場の丘陵のかなり高いところにあって、そこに入る前に北東方向を眺めると、巨大な河口や小川さえも目に入ったのには驚きました。多分かつてワーズワースやバターシーがあったところだと思いました。その時に思ったのは、 もっともその後、その考えを進めることはありませんでしたが、海の生き物たちはどうなったのか、またはどうなりつつあるのか、ということでした。宮殿の材質は、調べてみると本当に磁気で、その表面に沿って何やら知らない文字で書かれているのが見えました。私はいささか愚かなことですが、 ウィーナがこれを解読する役に立ってくれるのではと思いましたが、分かったのは、そもそも字を書くという発想すら彼女の頭には浮かんだことがないということでした。彼女は私にとって、いつも実際より人間的に思えたのです。多分その愛情が実に人間的だったからでしょう。ドアの大きなバルブ。 それは開いて壊れていました。の中には、いつもの大広間の代わりに、多くの側窓で照らされた長い展示室が見つかりました。一見してそれは博物館を思わせました。タイル張りの床は厚く埃りが積もり、驚くほど多様な各種の物体が、同じ灰色の覆いに覆われていました。それから、 明らかに巨大な骸骨の下半分が広間の真ん中に奇妙な形でがっしりと立っているのに気がつきました。奇妙な足からそれがメガテリウムと似た絶滅した生き物だということがわかりました。頭蓋骨と上半身の骨はその脇の埃の中に転がっていて、一箇所は屋根の水漏れから雨水が滴って、 すり減ってなくなっていました。展示室の奥に入ると、ブロントサウルスの巨大な骨格模型がありました。博物館だろうという私の仮説は確認されました。脇の方に行くと、傾いた棚らしきものを見つけました。厚い埃を払うと、昔懐かしい、 我々の時代のガラスケースが見つかりました。でも内容物の一部の保存状態が良かったことから見て、秘密ケースだったに違いありません。明らかにその時立っていたのは、未来の南ケンジントンの廃墟の中でした。ここは明らかに古生物学室で、実に素晴らしい化石の集合だったことでしょう。 ただししばらくは食い止められ、バクテリアとカビの排除によって、9割9分の力を失った腐食のプロセスは、その極めて緩やかながらも、絶対的な確実性をもって、再びその宝物すべてに作用していました。あちこちで珍しい化石を粉々に砕いたり、 それを足に通してビーズ状にしてみたりしている小さな人々の痕跡が見受けられました。そしてケースは時には丸ごと消え去っていました。多分モーロックたちによってでしょう。この場所は全く無音でした。熱い埃が足音を消していました。 ウニをケースの傾いたガラスで転がしていたウィーナは見回す私のもとにすぐやってきて、とても静かに手を取ると横に立ちました。私も最初はこの知的な時代の古代記念碑に実に驚かされ、それが提供する可能性については全く頭に浮かびませんでした。タイムマシンに関する執着すら、 ちょっと頭を離れたくらいです。規模から判断して、この緑の時期の宮殿は、古生物学の展示室以外にも、かなり色々あったようです。歴史展示室もあったでしょう。図書館すら。私にとって、少なくとも今の状況では、 これはかつての地質学が腐敗しているのを見るよりもずっと面白かったでしょう。探検してみると、最初のものと交差して走る短い展示室を見つけました。これは鉱物の展示室らしく、異様の塊があったので、頭は火薬に向かいました。でも小石は見つかりませんでした。 それどころか流化物は何一つとして、間違いなく遥か昔に妖怪したのでしょう。でも異様のことは頭にこびりつき、次々に思考を導きました。その展示室の他の内容は、全体としては見た中で一番保存状態が良かったのですが、あまり興味のないものでした。 鉱物学はあまり専門ではありませんし、さらに入ってきたところにあったのと平行に走る腐食の激しい棚がありました。明らかにこの部分は自然史の展示ですが、何もかも認識できないほどになっていました。かつては動物の剥製だったものの、縮んで黒くなった痕跡がいくつか、 かつては生き生きとしていた標本の干からびたミイラ、枯れた植物の茶色い埃、り、それだけです。これは残念でした。動物界の制服が実現された目新しい調整をたどれたら嬉しかったでしょう。それからひたすら巨大な展示室にやってきましたが、ここだけ照明が暗く、 その床は私の入った入り口からちょっと斜面になって下がっていました。間隔を置いて天井から白い球体がぶら下がっています。その多くはひびが入り割れていました。どうやらもともとはこの場所は人工的に証明されていたようです。ここでは私はもっと本領を発揮できました。 両側には大きな機械の巨大な塊があって、どれも非常に腐食して多くは壊れていましたが、一部はかなり完全な形で残っていたからです。私が機械には目がないのはご存知でしょう。もうちょっとここでぐずぐずしていたい気持ちになりました。それらの多くがパズルの面白さを持っていたのでなおさらですし、 今では私は、その使徒について、実に大雑把な推測しかできません。もしそのパズルを解いたら、モーロックに対抗するのに役立つ力を手に入れられるのではと考えたのです。突然ウィーナが脇にぴったりと寄り添ってきました。それがあまりに急で、びっくりしたほどです。 彼女のおかげがなければ、展示室の床が傾いていることには全く気がつかなかったでしょう。私が入ってきた橋は、かなり地上高くて、間隔の空いたスリット状の窓で照らされていた。建物を下るにつれて、地上が窓に迫ってきて、やがてそれぞれの窓の前に、ロンドンの家屋の地下勝手口じみた穴らができており、 日光はてっぺんの細い線から入ってくるだけでした。ゆっくりと進み、機械の周りで首をかしげ、明かりがだんだん少なくなるのに気がつかないほど意識を集中していましたが、ウィーナがますます不安があるので気がついたのです。そしてその展示室の端が、濃い闇の中へと続いているのが見えました。 ためらいましたが、あたりを見回すと、ほこりが前ほどは多くなくて、その表面が他より不均一なのに気がつきました。さらに闇の方に向かったあたりでは、どうも小さく狭い足跡でほこりが途切れているようです。モーロックがすぐ近くにいるという感覚が復活しました。 機械の学術的な検討で時間を無駄にしていると思いました。すでに午後もかなり回って、いまだに武器もなく、隠れ家もなく、火を起こす手段もないことを思い出しました。そしてその展示室の奥の闇の中で、あの奇妙なピタピタという足音と、さらにあの井戸の奥で聞いた同じ変な音が聞こえたのです。 私はウィーナの手を取りました。その時、いきなり思いついて、彼女を残して、信号切り替え機に見られるような、レバーが突き出した機械の方に向き直りました。台座の上によじ登り、そのレバーを手に取って、全体重を横方向にかけました。いきなり、 中央の廊下に放り出されたウィーナがメソメソ泣き始めました。レバーの強さをかなり正確に見積もったようで、それは一分ほどの抵抗の後に折れ、私はウィーナのもとに鉄棒を手に戻ったのです。この鉄棒は出くわすどんなモーロックの頭蓋骨にも十分以上でしょう。そしてモーロックを一匹かそこら、 殺してやりたくてたまりませんでした。自分の子孫を殺したがるとはなんと非人間的な、とお考えかもしれませんね。でもこいつらにいささかでも人間らしさを感じるのはなぜか不可能でした。ウィーナを残していきたくなかったのと、殺人欲を満たし始めたら、 タイムマシンに害が及ぶかもしれないという信念があればこそ、展示室をまっすぐに出て、声の聞こえた万人を殺すのを控えたのです。片手に金手コ片手にウィーナで、私はその展示室を出て、別のもっと大きな展示室に入りました。そこはボロボロの旗が下がった軍の礼拝堂を思わせました。 壁の両側からぶら下がっている茶色い焦げたボロは、やがて腐食した無数の本だとわかりました。ずっと昔に粉々になり、あらゆる印刷物らしさがすでに消えうせていました。でも、あちこちには曲がった板や、ひびの入った金属のクリップがあって、それで十分にわかりました。もし分泌家であれば、 ここであらゆる野心の無力さについて道徳論を一説ぶったところでしょう。でもその時実に強く感じられたのはこの腐食する紙の陰鬱な荒野が証言している壮大な労働の無駄でした。正直申し上げてその時私がもっぱら考えていたのはフィロソフィカルトランザクションズと 私自身の物理工学に関する論文17編のことだったのです。それから広い階段を上って、かつては科学技術の展示室だったとおぼしきところに出ました。ここで役立つ発見があろうとは、まるで期待していませんでした。でも屋根が陥没した一端を除けば、この展示室はよく残っていました。 壊れていないケースを一つ残らず、熱心に見て回りました。そして最後に、実に機密性の高いケースの一つで、マッチの箱を見つけたのです。機体に胸を躍らせて、それを試してみました。完全に使えます。しけてさえいませんでした。 私はウィーナの方に向き直りました。そして彼女の言葉で、踊り、と言いました。というのも、今や私は、恐れていた恐ろしい生き物に対する武器を手に入れたからです。そしてその荒廃した博物館で、厚く柔らかい埃りのカーペットの上で、ウィーナが大喜びしたことに、 私は荘厳に一種の組み合わせダンスを上演しました。ザ・ロンド・オブ・ザ・リールをできるだけ陽気に口笛で吹きながら、部分的にはお粗末なカンカンダンス、部分的にはステップダンス、部分的にはスカートダンス。私の演尾服が許す限り。そして一部は即興です。というのも、 私はご存知の通り、生まれつき発明の際がありますので。さて、今でもこのマッチ箱が果てしない時の腐食を逃れたというのは、実に奇妙なことだと思いますが、私にとっては実に幸運なことでした。でも、奇妙なことに、マッチよりずっと意外な物質も見つけたのです。 それは小脳でした。封をした瓶の中にあって、たぶんそれが偶然にも、実に魔法のように機密に封印されていたんだと思います。最初はパラフィンワックスかと思って、ガラスを叩き割りました。でも小脳の匂いは間違いがたいものです。何もかもが腐敗する中で、この不安定な物質は偶然にも、 何千世紀を通じて生き残っていたのです。何百万年もの昔に絶滅して化石化した化石のイカスミで描かれたセピア色の絵のことを思い出しましたよ。捨てかけたところで小脳が可燃性でしかも実に明るい炎を上げることを思い出しました。小脳は優れたろうそくにもなるのです。 だからポケットにしまいました。でも爆発物は見つからず、ブロンズのドアを破る手段も見つかりませんでした。未だに金手こが手に入った一番有用なものでした。とはいえ、そのギャラリーを私は意気揚々と立ち去ったのです。この長い午後の話を、 すべてお話しするわけにはいきません。あの探検をすべて正しい順序で思い出すには、かなり記憶を振り絞らなくてはならないでしょう。錆びゆく武器の並んだ展示室があって、自分の金手子を捨てて、なたか剣を取ろうかと、しばらくためらったものです。でも両方とも運ぶわけにはいきませんでしたし、 ブロンズの門に対しては、この鉄の棒が一番いいと思いました。多くの銃、拳銃、ライフルがありました。ほとんどはサビの塊になっていましたが、新しい金属でできたものも多く、かなりしっかりしていました。でもかつてあったであろう薬莢や火薬は、腐食して誇りになっていました。 一角を見ると焦げて砕け散っています。展示物の中で爆発があったのかなと思いました。別のところにはたくさんの偶像がありました。ポリネシア、メキシコ、ギリシャ、フェニキア、世界の思いつく限りありとあらゆる国から、そしてここでは どうしようもない衝動に負けて、私は自分の名前を特に気に入った南米からのステアタイト製化け物の花に書いてしまいました。晩が近づくにつれて興味が薄れてきました。展示室から展示室へと巡りましたが、どこも埃まみれで無音でしばしば荒廃し、 展示物は時にはただのサビとカッタンの山と化し、時にはもっと新鮮な状態でした。一箇所では突然鈴鉱山の模型の近くにいるのに気がついて、そしてほんの偶然から機密ケースの中にダイナマイトのカートリッジが二つあるのを発見しました。ユリイカと叫んで、 そのケースを危機として壊しましたよ。それから疑念が生じました。ためらいました。それからちょっとした脇の展示室を使って試験を行いました。5分、10分、15分と待って爆発が決して起きなかった時ほどの失望を感じたことはありませんでした。もちろんそれは ただの模型だったのです。そのありかからして当然わかるべきでした。本当にそれが本物だと信じていて、だから考えもせずに出かけて、スフィンクスもブロンズのドアも、そして後からわかったようにタイムマシンを発見する機械も丸ごと消滅させていたところでした。 宮殿内のちょっと開けた場所にやってきたのは、その後だったと思います。土が持ってあり、果樹が三本ありました。そこで休んで飲食をしました。日が暮れかけるにつれて、自分の立場を考え始めました。夜が迫ってきていて、我が誰にも手の届かない隠れ場所は、 未だに見つかりません。でもそれは今や心配の種にはなりませんでした。私はモーロックたちに対する防御として、おそらくは最高のものを所有していました。マッチがあったのです。さらに先行が必要な場合には、小脳もあります。できる最高のことは、 開けた場所で焚き火に守られて夜を過ごすことだと思いました。朝にはタイムマシンをどうやって手に入れるかという問題があります。でも今や知識が増すにつれてあのブロンズのドアについての印象もかなり変わってきました。今まではそれをこじ開けようとはしませんでしたが、 それは向こう側に何があるかわからなかったせいが大きいのです。前から大して頑丈なものとは思えませんでしたし、それをこじ開けるのに十分使えるだけの鉄棒を探そうと思っていました。第九章私たちは太陽がまだ少し地平線上にあるときに宮殿から出てきました。 翌朝早くに白いスフィンクスまでたどり着こうと思っていました。そして日没前に私は前の旅で私を止めた森の中を強行しようと提案しました。計画は夜のうちになるべく遠くまで出かけ、焚き火をしてその輝きの保護下で眠ろうということでした。そのために、 道々みちみち見かけた枝や乾いた草を片っ端から拾い、すぐに両腕はこうしたガラクタでいっぱいになりました。こんな荷物を持ったために、我々の歩みは予想よりも遅く、それにウィーナも疲れていました。そして私も睡眠不足に苦しむようになりました。だから森にたどり着くまでに真っ暗になっていました。 森の淵の茂み状の丘で、ウィーナは目の前の闇を恐れて止まったことでしょう。でも来たるべき騒乱の突出した感覚が、本来私にも警告として働くべきだったのに、私を先に押しやりました。私は二日と一晩にわたり寝ておらず、熱っぽくて怒りっぽくなっていました。眠りが襲ってくるのを感じました。 そして同時にモーロックたちも、ためらううちに背後の黒い茂みの中で黒を背景におぼろとはいえ三つの姿がしゃがんでいるのが目に入りました。周りはずっと茂みや背の高い草で彼らの狡猾な接近から安全だとは思えませんでした。見積もりでは森は幅1.6キロもありません。 もし剥き出しの丘陵地まで出られたら、そこの方がずっと休息地としては安全だと思いました。マッチと小脳があれば、なんとか森林の中で道を照らし続けられると思ったのです。でも、手でマッチをつけるなら、薪は捨てなくてはなりません。そこで、いささかがっかりしつつ、私はそれを下に置きました。その時、 これに火をつければ、皇族の友人たちを驚かせられるな、と思いつきました。後でこの行為のどうしようもない愚かさを思い知るのですが、その時は、退路を隠すための賢明な動きだと思えたのです。人類のいない温帯気候において、炎がどんなに珍しいものかをお考えになったことがあるでしょうか。太陽の熱は、 熱帯の一部で時々ある場合とは違って、梅雨で集中した時にも、燃えるほど強烈にはほとんどなりません。雷が炸裂して黒焦げにすることはあっても、大規模な火事を起こすことは滅多にありません。腐った植生は、たまに腐敗熱でくすぶることはありますが、炎を上げることはまずありません。大敗の中で、 火を起こす技術も地上から忘れ去られたのです。我が木の山をなめる赤い舌は、ウィーナにとってまるで新しく不思議なものでした。彼女は駆け寄って火と遊ぼうとしました。抑えてやらなかったら火に飛び込んだんじゃないかと思います。でも私は彼女を捕まえると嫌がるのも構わずに、 まっすぐ目の前の森に飛び込みました。しばらくは火の輝きが行く手を照らしてくれました。振り返ってみると密生した枝の隙間から炎が隣接する茂みに広がったのが見え、そして火の曲がった線が丘の草を焼いていました。私はそれを見て笑い。 そしてまた正面の暗い木に向かいました。真っ暗で、ウィーナはガタガタ震えながらしがみついてきましたが、目が闇になれるにつれて、まだ枝を避けるのに十分な光はありました。頭上はひたすら真っ暗で、ただ遠く青い空があちこちで降り注いでいました。両手が塞がっていたので、 マッチはすりませんでした。左腕には小さなウィーナーを抱え、右手には鉄棒を持っていたのです。しばらくは足の下で折れる小枝の音、頭上でざわめくかすかな微風、自分の呼吸音と耳の血管の脈動以外は何も聞こえませんでした。やがて、 周りにパタパタという音が聞こえたようです。私はむっつりと先へ進みました。パタパタという音はもっとはっきりしてきて、それから地下世界で聞いたのと同じ奇妙な音や声が耳を捉えました。明らかにモーロックたち何人かで、それが迫ってきているのです。そしてもう一分もすると、 上着が引っ張られるのを感じ、それから何かが腕をつかみました。ウィーナはガタガタと身震いすると、全く動かなくなりました。マッチをつける潮時でした。でもつけるには、ウィーナを下ろさなくてはなりません。下ろしてポケットを探るうちに、膝のあたりの闇で何やら争いが始まりました。 ウィーナは全くの無音で、モーロックたちからは相変わらずのクークーいう音です。また、柔らかい小さな手が、私の上着と背中に忍び寄り、首筋さえ触っていました。その時、マッチが擦れて火を放ちました。その炎が燃えるままに掲げ、そしてモーロックたちの白い背中が、 木々の間を逃げ去るのが見えました。急いでポケットから小脳の塊を出すと、マッチの火が衰えたらすぐに点火できるように準備しました。そしてウィーナを見ました。彼女は私の足を掴んで横たわり、全く身動きせず、地面に顔を向けています。急に怖くなって、ウィーナの方へ身をかがめました。 ほとんど息もしていないようです。小脳の塊に火をつけて、それを地面に投げると、割れて燃え上がり、モーロックと影を押し戻しました。そしてひざまずくと彼女を抱き上げました。背後の森は、盛大なお仲間たちの気配と物音だらけのようでした。彼女は気絶したようでした。 私は慎重に彼女を肩に抱え上げ、立ち上がってさらに進もうとしましたが、そこで恐ろしいことに気がつきました。マッチとウィーナーと扱おうとして、何回か向きを変えたために、今やどちらが進むべき道なのか、解目検討がつかなくなっていたのです。下手をすると、 あの緑の時期の宮殿に戻って向かっているのかもしれない、冷や汗が出てきました。急いで手を考えなくては、火を焚いてこの場でキャンプすることに決めました。まだ身動きしないウィーナーを盛り上がった木の幹に下ろすと、最初の小脳の塊が消えかけてきたので、慌てて枝や葉を集め始めました。 周辺の闇の中のあちこちで、モーロックたちの目がザクロ石のように輝いていました。小脳が揺らいで消えました。マッチを灯し、それと同時にウィーナに接近していた白い姿二つが慌てて離れました。一人は光であまりに目が眩み、まっすぐこちらに飛びかかってきました。 そしてこ骨で殴ると骨がきしむのが感じられました。奴は絶望の吠え声を上げると、ちょっとよたよた歩いてから倒れました。私はもう一つ小脳に火をつけて焚き火の燃料集めを続けました。やがて頭上の葉の一部がかなり乾燥しているのに気がつきました。 タイムマシンで到達して以来、一週間ほどにわたり、雨が全く降らなかったからです。だから落ちた小枝を探して木々の間をうろつくより、飛び上がって枝を引っ張り下ろし始めました。すぐに咳込むほどの煙を出す、緑の木と乾燥した枝の焚き火ができて、小脳を節約できました。それから、 鉄棒の隣に横たわるウィーナのところに戻りました。なんとか息を吹き替えさせようとして手を尽くしましたが、死んだように横たわり続けています。息をしているのかどうかもはっきりわかりかねました。今や炎の煙がこちらに吹きつけて、おかげで急に体が重くなったようです。 さらに小脳の蒸気が立ち込めていました。炎はあと一時間は燃料補給が不要でしょう。奮闘の後でとても疲れて座り込んでしまいました。森も理解できない眠たげなつぶやきでいっぱいでした。一瞬うとうとしてまた目を開けただけだと思いました。でもあたりは暗くなっていて、 モーロックたちがこちらにつかみかかってきています。しつこい指を振り払い、慌ててポケットの中を探り、マッチ箱を探しましたが、なくなっています。すると彼らはつかみかかり、間合いを詰めてきます。眠り込んでしまい、火が消え、死の恐怖の苦い味が魂に降りかかっていたのです。 森林は燃える木の匂いで充満しているようでした。首をつかまれ、髪をつかまれ、腕をつかまれ、引きずり倒されました。こんな柔らかい生き物たちが自分の上に積み重なっているのを感じるのは闇の中でどう表現していいかわからないほど恐ろしいことでした。 自分が化け物じみた蜘蛛の巣に捕まったような気分です。圧倒され、地に伏してしまいました。小さな歯が首をかじっているのがわかります。仰向けになり、その時手が鉄レバーに当たりました。それが力を与えてくれたのです。なんとか立ち上がり、人間ネズミどもを振り払って、 棒を短く持つと、連中の顔があると思ったあたりをつきました。打撃により、柔らかな肉と骨が崩れるのが感じられ、しばらくは自由になりました。真剣な戦いにしばしばつき物の,の奇妙な高揚感が訪れました。自分とウィーナが共に道に迷ったのはわかっていましたが、 でもモーロックたちが肉を得るなら、それなりの代償は支払わせるつもりでした。木に背中をつけて、前方で鉄棒を振り回しました。森は連中の気配と叫びでいっぱいでした。一分が過ぎました。彼らの声は、もっと高い興奮の声に上がったようで、 その動きも速くなりました。でも、誰も手の届くところには来ません。私は立ったまま闇を睨みつけていました。その時、急に希望が湧いてきました。モーロックたちは怯えているのではそしてその考えを終えたその時、奇妙なものがやってきました。 闇が光を増してきたようです。ごくぼんやりと、周りのモーロックたちが見えるようになってきました。三人が私の足を殴りつけています。そして他の連中が本流となって、疲れたように私の背後から駆け出してきて、正面の森に逃げ込んでいるのに気がついて、私はひどく驚きました。 そして彼らの背はもはや白くはなく、むしろ赤みがかっています。あんぐりと驚いて立っているうちに、枝の間の星の間に、小さな赤い火花が漂って、横切って消えるのが目に入りました。そしてその時、燃える木の匂いも、今や力強いご音と化したあの眠たいつぶやきも、モーロックの闘争も、 すべて理解できたのでした。木の背後から踏み出して振り返ると、手近な木の黒い柱を通して、燃える森林の炎が目に入りました。最初につけた火が、今や私を追いかけてきたのです。それに気がついてウィーナを探しましたが、消えていました。 背後のシューシューパチパチという音、新しい木が炎上するときの爆発音から判断して、考えている余裕はありませんでした。鉄棒を握ったまま、私も盲録たちに続きました。危ないところでした。一時は、右手の火があまりに早く広がり、追い越されそうだったために、左へ曲がるしかありませんでした。 でもやっと小さな開けた場所に出て、それと同時にモーロックが私めがけて突進してくると、前を通り過ぎてまっすぐ火に飛び込んだのです。そして今や未来の時代が要する最高に不気味で恐ろしい白物を目にすることになったのです。あたり一面が、 炎の反射で真昼のように明るくなりました。真ん中には小さな丘かか,つかが焼け焦げた散座しに覆われていました。その向こうにはまた一群の燃える森林で、そこからすでに黄色い舌がくねっていて、その空間を火の柵で完全に囲っていました。 斜面にはモーロックが三十人か四十人、明かりと熱に慌てて、驚きの中であちこちお互いにぶつかり合っていました。最初、彼らの目が見えないことに気がつかず、怯えに浮かされて、近くにやってきた者を鉄棒で思いっきり殴り、一人を殺して数人は手足をへし折りました。でも赤い空を背景に、 散ざしの中でうごめく一人の動きを見るにつけ、この輝きの中で彼らが完全に無力で惨めな状態なのを確信し、もうそれ以上は殴りつけませんでした。でも時々一人がまっすぐこちらに向かってきて、震えるような方向を上げるので即座にそいつを交わしました。ある時炎がちょっと静まって、 醜い生き物たちがすぐに私を見られるようになるのが怖かった。これが起きる前に何人か殺して戦いを始めようかと考えていました。でも炎がまたまばゆく息を吹き返し私は手を押さえました。彼らの中丘を歩き回ってそれを避けつつウィーナの痕跡を探しました。 でも、ウィーナは消えていました。とうとう私は丘のてっぺんに座り、炎の明かりが照らす中で、この奇妙で不可解な目らの生き物たちがあちこちをたつき、お互いに得体の知れない音を立てるのを眺めていました。渦巻く煙が空を横切って立ち上がり、その赤いキャノピーが稀に途切れたところでは、 まるで別の宇宙に属しているかのように遠く、小さな星々が輝いていました。モーロックたちが二三人ぶつかってきましたが、玄骨で殴って追い払いました。震えながら。その晩のほとんど、私はそれが悪夢だったと確信していました。私は自分に噛みつき、何とか目覚めようとして絶叫しました。 両手で地面を叩き、立ち上がっては座り、そこら中うをうろつき、また座りました。それから倒れて目をこすり、起こしてくれと神に呼びかけました。三度、私はモーロックたちが、一種の苦悶に頭を下げて、炎に飛び込むのを見ました。でもやっと、消えゆく炎の赤の上に、 流れる黒い煙の塊の上に、白黒に焦げた木の切り株の上に、そしてかなり減った愚鈍な生き物の上に、昼の白い光が訪れたのです。もう一度ウィーナの痕跡を探しましたが見つかりません。連中が彼女のかわいそうな体を森の中に残してきたのは明らかでした。彼女が、 運命づけられていると思えたひどい末路を逃れたことを知って、どんなにか安心したことでしょう。それを考えるにつけ、周りにいるよるべない蛮族どもの虐殺を始めてやりたい気になりかけましたが、なんとか自分を抑えました。丘陵地は、すでに述べたように、森の中の一種の島でした。その頂からは、 今では煙による霞を通して緑の時期の宮殿を見分けることができました。そしてそこから白いスフィンクスへの方向もつかめました。そこで日が明るくなるにつれてこうした呪われた生き物たちがあちこちへ埋めきながらうろつくのを後にして足に草を巻きつけて煙を上げる灰や まだ内側がくすぶる黒焦げた枝の中を通って、ビッコを引きながらタイムマシンの隠し場所へと進みました。疲れきっていたし、足をやられていたので、歩みは遅く、小さなウィーナのひどい死について、実に強い悲嘆を感じていたのです。とてつもない悲劇に思えました。今、 この昔懐かしい部屋にいると、それは実際の損失というよりも、夢の悲しみのように思えます。でもその朝、それは私を再び絶対的な孤独の中に残したのです。全くの孤独に。私はこの自分の家、この路端、あなたたちの何人かのことを考え、そしてそうした考えとともに、 痛いほどの渇望を覚えました。でも明るい朝の空の下で煙を上げる灰の上を歩きつつちょっとした発見をしました。ズボンのポケットにまだ何本かマッチが残っていたのです。マッチ箱がなくなる前にこぼれたに違いありません。第十章 朝の8時か9時、私は到着した晩に世界を眺めた黄色い金属の座席にやってきました。到着した晩に出した拙速な結論を思い出して、当時の己の自信に対して苦々しい笑いを抑えることができませんでした。風景は相変わらず美しく、植生も相変わらず豊かで、素晴らしい宮殿や壮大な廃墟も相変わらず、 豊かな岸辺の間に銀の川が走るのも相変わらずです。美しい人々の陽気なローブが木々の間をあちこち動いています。中には私がまさにウィーナを助けたその場所で水浴びをしている者も,もいて、それがいきなり刺すような心の痛みをもたらしました。そしてその風景の染みのように、 キューポラが地下世界への入り口の上に立っていました。今やこの地上世界の人々の美しさすべてが何を隠しているのかがわかりました。彼らの日々は非常に快適で草原の牛の一日のように快適なのです。牛のように敵も知らずどんなニーズにも応える努力はいりません。 そして彼らの末路も牛たちと同じなのです。人類の知性の夢がいかに儚いものかを思って悲嘆に暮れました。知性は自殺したのです。それは着実に快適さと安楽さを目指して進み、安全と永続性を合言葉にしたバランスの取れた社会を目指し、 そして望みを実現し、挙句の果てがこれです。かつて、生命と財産は、多分ほとんど絶対的な安全に到達しました。金持ちは、富と快適さを保証され、労働者は、生命と仕事を保証されました。この完璧な世界では、失業問題もなく、 社会問題で解決されないものはなかったことでしょう。そして大いなる静けさが続きました。人類が見落としたのは自然の法則です。知性の柔軟性は変化と危険とトラブルを補うためのものだということです。環境と完璧に調和した動物は完璧なメカニズムです。 自然は習慣と本能が役に立たなくなるまで知性に訴えたりはしません。変化も変化の必要性もないところに知性はありません。実に様々なニーズや危険に直面しなくてはならない動物だけが知性を持つのです。つまり私の見立てでは、地上界の人間は繊細な綺麗さの方へ向かい、 地下世界はただの機械的産業に向かったわけです。でもこの完璧な状態は、機械的な完成の点から見ても、一つ欠けているものがありました。絶対的な永続性です。明らかに時が経つにつれて、地下世界の食料事情は、どんな形になっているにせよ、断絶してしまったのです。 数千年にわたってお呼びがかからなかった必要の母が復活して彼女は地下世界から活動を始めました。地下世界の存在は機械を扱っていてそれはいかに完璧なものとはいえまだ習慣以外にちょっと思考が必要です。そして地下は上の世界の人々に比べて その他あらゆる人間の特性はいざ知らず、おそらく必要に駆られた行動を思考として維持したはずです。そして他の肉が手に入らなくなった時、彼らは古い習慣がそれまで禁じてきたものに目を向けたのです。ですから私が八十万二千七百一年の世界で見たのは、そういうことだったと思います。 もちろん一回の人間の頭が生み出した説明として、これ以上はないほど間違っている説明かもしれません。これは私なりの事態のまとめで、そういうものとしてお示ししています。過去数日の疲労と興奮と恐怖、及び悲しみにもかかわらず、この座席と静筆な眺めと暖かい日光は、 とても気持ちの良いものでした。疲れて眠くて、やがて理論を組み立てるうちに、うとうととしてしまいました。そういう自分に気がついて、どもりの上に横になると、長く快適な眠りに落ちたのです。日没のちょっと前に目を覚ましました。今や、 昼寝中にモーロックたちに捕まる危険はないと感じ、伸びをすると、丘を降りて白いスフィンクスに向かいました。片手には金手こを握り、もう片手はポケットのマッチを持て遊んでいました。そして今度は、実に意外なものに出くわしたのです。スフィンクスの気団に近づくと、 ブロンズのバルブが開いているのを見つけました。溝の中に滑り降りていたのです。そのちょっと手前で止まり、入ろうか試案しました。中には小さな区画があり、そしてその隅の一段上がった場所には、タイムマシンがありました。小さなレバーはポケットに入っていました。 つまり、白いスフィンクスの戦いに備えて、入念な準備をしてきたのに、向こうはあっさり降伏してきたのです。私は鉄棒を投げ捨てましたが、それを使わなかったことがほとんど残念に思えたほどです。突然思いついて、私は開口部の方に身を乗り出しました。少なくともこの時ばかりは、 モーロックの頭の働きが理解できたのです。笑い出したいのをこらえつつ、私はブロンズの枠を乗り越えてタイムマシンに歩み寄りました。驚いたことに入念に油を差してきれいにしてあります。私はそれまでモーロックたちがマシンの目的を理解しようという愚かな試みの中で、 部分的にせよ、それを分解してしまったのではないかと思っていたのでした。立って調べて、その装置の感触だけでも喜びを感じているうちに、期待通りのことが起きました。ブロンズのパネルが突然滑るように閉じて、ガチンと音を立てて枠に当たりました。私は闇の中です。しかも閉じ込められて、 モーロックたちはそう思ったことでしょう。そう思って私は危機として笑いました。こちらに向かってくる彼らのくぐもったような笑いがすでに聞こえていました。私は落ち着いてマッチをすろうとしました。あとはレバーを固定して、それから幽霊のように出発すればいい。 でも一つだけ見落としていたことがありました。このマッチは箱でこすらないと火がつかないあのろくでもない種類のものだったのです。私が平静さをまるっきり失ったのは想像がつくでしょう。小さな野蛮人どもが近づいていたのです。一人が私に触れました。私はレバーを 闇の中で思いっきり振り回し、マシンのサドルに慌ててよじ登り出しました。すると手が一本私を捕まえ、さらにもう一本が伸びてきました。そして私は、とにかくそのしつこい指がレバーを奪おうとするのを払いのけつつ、そのレバーがはまる穴を手探りで探さなくてはなりませんでした。一本は、 実はほとんどなくしそうになったほどです。手から滑り落ちたので、取り戻すのに頭で探し回る羽目になりました。モーロックのドクロの指輪が聞こえたので、多分この最後の奮闘は森の中の戦いよりも際どいものだったと思います。でもついにレバーがはまって引き倒せたのです。 しがみつく手が私から滑り落ちました。すぐに闇が目の前から消えました。気がつくと、すでに説明した灰色の光と大騒乱の中にいたのです。第十一章時間旅行に伴う気分の悪さと混乱についてはすでにお話ししました。 それに今回は、サドルにきちんと座っておらず、不安定な形で横座りになっていたんです。どれほどでしょうか。私はマシンが揺れて振動する中しがみつき、そしてやっと再びダイヤルを見られるようになったとき、自分のたどり着いたところには驚いてしまいました。一つのダイヤルは日を、一つは千日。 一つは百万日、一つは十億日を表します。私はレバーを逆転させる代わりに、押し合って前に進むようにしたのですが、この目盛りを見ると、千の位の針が時計の秒針並みの速度で回転しているのが見えました。未来に向かって、進むにつれて、 物事の外見に奇妙な変化が忍び寄りました。脈打つ灰色がどんどん濃くなりました。私は相変わらず恐ろしい速度で進んでいたのに、昼と夜の点滅は普通は速度が遅くなったことを示すのですが、それが復活して、しかもだんだん明瞭になってきました。これは初めのうち、 かなり困惑させられました。昼と夜の交代がますます遅くなり、同時に空を横切る太陽の動きも遅くなって、何世紀もかかるようになりました。最後に地上はずっと夕暮れが続くようになり、それが破られるのは、たまに暮れゆく空に水星が輝きつつ横切る時だけでした。 太陽を示していた光の帯は、とっくの昔に消えていました。というのも、太陽はもう沈まなくなっていたのです。単純に上っては西に降り、そしてますます大きく赤くなっていきました。月は影も形もなくなりました。星の巡りもどんどん遅くなって、 やがて光の点が滲むだけとなりました。とうとう止まるしばらく前に赤く巨大になっていた太陽は地平線の上で動かずに止まってしまい鈍い熱を放ちつつ輝く広大なドームとなって時々瞬間的に消えたりするのでした。一度しばらくの間輝きを増したのですが すぐに元の鈍い赤い熱に戻ってしまいました。この太陽の昇り降りの停止から、超汐の抵抗力の仕事が終わったことを理解しました。地球はもはや太陽に片面だけを向けてじっとしているようになったのです。ちょうど我々の時代に、月が一面だけをこちらに向けているように、 とても慎重に、というのも、以前に頭から落っこちたのを覚えていたからですが、私は動きを元に戻し始めました。だんだん回転する針がゆっくりとなり、やがて線の針が動きを止めたように見えて、一日の針が以前のように、目盛りの上の霞には見えなくなってきました。 さらに速度を落とすと、無人の浜辺のぼんやりした輪郭線が見えてきました。とてもゆっくりと止めてからタイムマシンに座り、あたりを見回しました。空はもう青くはありませんでした。北東部は墨のような黒で、その黒さの中に、まばゆく動かずに青白い星が輝いていました。 頭上は深いインディアンレッドで星はなく、南東部はだんだん明るくなって、まばゆい深紅となり、そこで地平線に分断される形で、太陽の巨大な輪郭がじっとしていました。赤く不動です。あたりの岩はきつい赤褐色で、最初目に入る唯一の生命の痕跡は、 その岩の南東面に突き出すあらゆる点を覆っている密生した緑の植生でした。森林の苔や洞窟の地衣類でお目にかかるのと同じ深い緑です。こうした植物が永遠の夜明けには育つのです。マシンは傾く浜辺に立っていました。 南西に向かって海が広がり、青ざめた空を背景に、くっきりと明るい水平線へと続いていました。波頭も波もありません。風が一吹きたりともそよいでいなかったからです。ただかすかな油っぽいうねりが、静かな呼吸のように上がっては消え、永遠の海がまだ動いて生きていることを示していました。 そして水が時々割れる水辺には、分厚い潮が結晶化していました。毒々しい空の下でピンク色をしています。頭の中が圧迫されるような感じがして、呼吸がとても早くなっているのに気がつきました。その気持ちは、前に一度だけ山登りをした時のことを思い出させるものでした。 そしてそこから私は空気が今よりも気迫になっているのだと判断したのです。高涼とした斜面をずっと上がったところできつい悲鳴が聞こえてきました。そして巨大な白い蝶のようなものが空をめがけて傾きつつ羽ばたいて旋回しては向こうの低い丘陵の上に消えました。 その声の根はあまりに陰気で、私は身震いすると、マシン状にしっかりと座り直しました。見回すと、ごく近くの赤褐色の岩の塊だと思ったものが、ゆっくりとこちらに動いているのに気がつきました。あそこのテーブルほども大きな蟹を想像できますかその多数の足が、 ゆっくりと危なっかしげに動いて、その巨大な爪が揺れ、その長い触角が、馬車屋の無知のように揺れては触れ、そしてその突き出した目が、その金属じみた正面の両側からこちらを見ているんです。その背中は波状で、醜い突起で飾られ、緑がかった付着物があちこちでそれにシみを作っています。 その複雑な口の多くのヒダが、動きながら揺らめいて感じているのを見ることができました。この忌まわしい幻影がこちらに這いずってくるのを見ていると、頬に灰が止まったかのようなくすぐったさを感じました。それを手で払いのけようとしましたが、一瞬で戻ってきて、 ほとんど即座に別のが耳元にやってきました。それをはたくと何か紐状のものが捕まりました。そしてそれがすぐに手から引き抜かれました。びくっとした不安と共とに振り向くと、真後ろにいた巨大蟹の触覚を捕まえたのだということがわかりました。その邪悪な目は茎の上でうごめき、 口は食欲を剥き出しにして息づき、その広大な醜い爪は、海藻の粘液まみれで、私に向かって伸ばされてくるところでした。一瞬で私の手はレバーにかかり、自分とこの怪物たちとの間に、一ヶ月の時間を置いたのでした。でも相変わらず同じ浜辺にいて、停止すると同時に、 また彼らがはっきり見えました。くすんだ光の中で濃い緑の植生の覆いの中を何十匹もがあちこちにうごめいていました。世界に垂れ込めている恐ろしい光量の感覚は表現のしようがありません。赤い東の空、北の暗黒、潮の視界、 これらの醜悪で、呪い怪物たちの灰ずる岩浜、苔状の植物の均一で有毒そうな緑色、肺を痛める薄い空気、その全てがゾッとするような効果に貢献していました。私は百年先に進みましたが、相変わらず同じ赤い太陽です。 ちょっと大きさと鈍さが増していましたが、同じ死にゆく海、そして同じ地上の甲殻類の群れが、緑の雑草と赤い岩の間をうろついています。そして西の空には、広大な新月のようなカーブした薄い線が目につきました。そして私は旅を続け、地球の運命の謎に惹かれて、 千年以上の大幅な間隔で何度も繰り返し止まってみました。奇妙な感動をもって、西の空で太陽がますます大きく鈍くなり、古い地球の生命が衰退するのを眺めていましたよ。最後に、三千万年後、太陽の巨大な灼熱のドームは、 暗い空のほとんど一割も占めるようになりました。そして私はもう一度止まりました。というのも、灰ずる無数のカニが消え、そして赤い浜辺は、生き生きとした緑の苔類や地衣類を除けば、生命が消えたようだったからです。そして今やそこは、白いものが散っていました。 さすような霊気が私を襲います。白い切片が絶えず繰り返し舞い降りてきました。北東部では雪の照り返しが陰気な空の星明かりの下に横たわり、波状の丘の頂がピンクがかった白となっているのが見えます。海の水辺には氷の縁ができて、 沖には大きな流氷も見られます。でも潮水の海のほとんどの部分は永遠の日没の下で血のように真っ赤でしたがまだ凍っていませんでした。辺りを見回して動物の痕跡があるかどうかを調べました。何か説明しがたい感覚のために マシンのサドリに座ったままでいました。でも、動くものは何も見えませんでした。地上にも、空にも、海にも。岩についた緑の粘液は、生命が消えたわけではないことを証拠立てていました。海の中には浅いさすができていて、水は浜辺から交代していました。 この岸辺に何か黒い物体が跳ねているのを見たような気がしましたが、それに目をやると錯覚だったようで、その黒い物体はただの岩のようでした。空の星は強烈に眩しく、ほとんど瞬かないようでした。突然、太陽の西側の丸い輪郭線が変わったのに気がつきました。 曲線に湾ができているのです。これがさらに大きくなるのが見えました。一分ほど太陽の上に忍び寄るこの黒さを驚いて見つめていましたが、その時これは諸が起きているのだと気がつきました。月か水星が太陽の円盤を横切っているのです。もちろん、 最初は月だと思いましたが、でもそれが内側の惑星が地球のごく近くを通った姿だと思えてなりませんでした。闇が速度を増してきました。冷たい風が新鮮な突風となって東から吹き寄せ、大気中を降り注ぐ白い欠片が増えてきました。海の淵では、 さざ波とささやきが見えます。こうした生命なき音を覗くと、世界は無音でした。無音、その静止ぶりをお伝えするのは難しい。人の音のすべて、羊の稲鳴き、鳥の声、虫の羽音、我々の生の背景をなす揺らぎ、 そのすべてが終わっていました。闇が深まるにつれて、渦巻く欠片がますます増え、目の前で踊るようになりました。そして空気の冷たさも高まってきました。最後に、一つ一つ、急速に、順番に、遠くの丘の白い山頂が闇の中に消えていきました。 そよ風がうめく突風と化します。食の黒い中心的な影がこちらに向かっているのが見えました。一瞬の地には淡い星しか見えなくなりました。その他すべては光もなく見えません。空は漆黒でした。 この壮大な闇に対する恐怖が芽生えました。骨の髄まで染み込むような冷気と呼吸の時に感じる痛みにはかないませんでした。身震いすると死にそうな吐き気に襲われました。すると空の赤く厚い弓のように太陽の縁が現れました。私はマシンを降りて 気を取り直そうとしました。震えが来て、木とに直面できそうになかったのです。気分が悪く混乱したまま立っていると、海の赤い水を背景に、浅瀬状に何か動くものが見えました。今やそれが動くものだというのは間違いありませんでした。丸くて、 サッカーボールくらいの大きさだったかもしれません。あるいはもっと大きかったか。そしてそこから触手が垂れていました。血のように赤い酒まく水を背景に黒く見えました。それがけいれんするようにぴょんぴょん跳ねています。その時、そっと押しそうな気がしました。 でもこの遥か遠くのひどい夕暮れに、無力なまま横たわることに対するひどい恐れのために、サドルによじ登るまで、何とか意識が保たれたのです。第十二章。こうして私は戻ってきました。長いことマシンの上で意識を失っていたに違いありません。 昼と夜の点滅するような連続が回復し、太陽はまた黄金となり、空は青くなりました。呼吸もずっとたやすくなりました。大地の波打つ工程が盛り上がっては平らになります。ダイヤルの針は逆回転していました。とうとう私は、 再び家屋の暗い影を目にするようになりました。衰退した人類の存在の証です。これらも変化しては消え、新しい家屋が出現しました。やがて、百万の桁のダイヤルがゼロになると同時に、私は速度を落としました。我々自身の陳家でおなじみの建築が見分けられるようになってきて、 千の位の針が出発点に戻り、昼と夜の明滅がますます遅くなります。やがて研究室の古い壁が私の周りを囲みました。とても慎重に私はマシンの速度を下げました。一つ奇妙に思えた小さなことがありました。出発するとき、 速度を大幅に上げる前に、ワチェット夫人が部屋を横切るのを見た、ということをお話ししたと思います。私にはそれが、ロケットのように高速で動いているように見えました。戻る時にも、彼女が研究室を横切ったその時間を再び通過したのです。でも今度は、彼女のあらゆる動きは、 前の動きの正反対に見えました。奥のドアが開いて、彼女は静かに研究室を背中を先にして横切り、前に入ってきたドアの背後に消えたのでした。その直前にヒリアーをちらりと見かけたように思いました。が、彼は稲妻のように通り過ぎてしまいました。そしてマシンを止めると、 身の回りは再び古いおなじみの研究室。私の道具、私の各種装置が出発した時のまま残されているのがわかりました。ガクガクしつつマシンから降りて椅子に座りました。しばらくは激しい身震いが止まりませんでした。それから落ち着いてきました。身の回りには 昔ながらの工作室が以前と全く同じ形で存在していました。そこで眠ってしまっただけであの全ては夢だったのかもしれません。でも完全には同じではありませんでした。マシンは研究室の南東隅から出発しました。それが再び落ち着いたのは北東部。 ご覧になった壁にもたれかかった状態です。これは我が小さな芝生からモーロックたちが私のマシンを運んでいった先の白いスフィンクスの気断の距離と正確に対応しています。しばし脳が働きませんでした。やがて立ち上がるとこの廊下に出てきたのです。かかとがまだ痛かったので足を引きずり、 ひどく薄汚れた気分でした。ドアの脇のテーブルにポールモールガゼットが見つかりました。日付がまさに今日のもので時間を見るとそれがほとんど八時近いのがわかりました。あなたたちの声とカチャカチャいう皿の音が聞こえました。ためらいましたよ。 実に気分が悪くて力が入らない感じでしたから。すると美味しい立派な肉の香りがしたので、あなたたちのいる方のドアを開けました。あとはご存知の通りです。手を洗い、食事をして、そしてこうしてお話をしているわけです。しばらく間を置いて彼は言った。確かに、 これはすべて全く信じがたく思えるでしょう。私にとっても唯一信じがたいのは、自分が今夜、この馴染み深い部屋にいて、あなたたちの親しい顔を眺め、こうした奇妙な冒険の話をしているということなのです。彼は意志を見合った。いいえ、あなたに信じていただけるとは期待していません。 作り話だと思ってください。あるいは予言だとでも、作業室で夢を見たのだとでも、人類の運命について考察するうちに、このフィクションを思いついたのだと思ってください。私がこれを真実だと主張するのは、興味深さを増すための技の一つだと思ってください。さて、 これがお話だったとして、いかがでしたか彼はパイプを取ると、あの手慣れた手つきで、ひどこの格子に神経質に軽く叩きつけた。一瞬の静寂があった。そして椅子がきしみだし、靴がカーペットの上でこすれだした。私は時間旅行者の顔から目をそらし、監修の方を見回した。 そして暗がりの中で、それぞれの前に、小さな色付きの点が泳いでいる。医師は我がホストについての考察に没頭しているようだ。編集者は自分の葉巻の先端をじっと見ている。もう六本目だ。ジャーナリストは時計を世話しなく探している。他の人々は、 私が覚えている限りでは、身動きしなかった。編集者はため息をついて立ち上がった。あなたが物語作者でないとは、残念至極ですよ。と彼は、時間旅行者の方に手を置いた。信じてはいただけませんかうーん。そうだと思いました。 時間旅行者はこちらに向き直った。マッチはどこです彼はマッチを一本すると、パイプを加えてふかしながら語った。正直言って、私自身、ほとんど信じられないのです。が、彼の目は、小さなテーブルに乗ったしおれた小さな花を、黙って探るように見つめた。 そしてパイプを持つ手を裏返した。拳の治りかけた傷を眺めているようだった。医師は立ち上がってランプのところに来ると、花を調べた。めしべが奇妙ですね。と彼。心理学者は身を乗り出してもっとよく見ようとして、一つを手に取ろうとして手を伸ばした。おやまあなんと。 もう一時十五分前だ。どうやって家に帰ろうとジャーナリスト。駅にタクシーがいくらもいますよと心理学者。実に不思議なものですが、この花の性質がよくわかりません。いただいてよろしいでしょうかと医師。時間旅行者はためらった。そしておもむろに、 もちろんダメです。本当にどこで手に入れたのですかと意志。時間旅行者は片手で頭を押さえた。逃れようとするアイデアを掴み取ろうとする人物のように彼はこう言った。花は時間の中を旅した時にウィーナが私のポケットに入れたのです。 そして部屋の中を見回した。こんな一歳合歳はすべてなくなってしまうのに、この部屋も、あなたたちも、日々の空気も、私の記憶にはあまりに強烈だ。私は本当にタイムマシンを作ったのか、タイムマシンの模型を、それともすべてはただの夢人生は夢だという、 時には貴重ながらも哀れな夢だと。でも他の収まりきらない夢があるなんて耐え難い。狂ってる。そしてその夢はどこから来たのか。マシンを見てみなければ。それが実在していればだが。彼はさっとランプをつかむと、それをもって赤い光をばらまきつつ。 ドアを出て廊下を下った。みんな後に続いた。ランプのちらつく明かりの中で、確かにマシンはそこにあった。それに従った。ずんぐりと、醜く、傾いている。真鍮、黒炭、造形、半透明に輝く水晶でできている。 触ればがっちりしている。手を出して、そのレールを触ってみたのだ。そして、象下には茶色の斑点やシミがついていて、低い部分には草や苔のかけら、さらにレールの一つが歪んで曲がっている。時間旅行者は作業台にランプを置くと、壊れかけたレールに手を走らせた。 大丈夫です。私が語ったお話は本当です。こんな寒いところに連れ出して申し訳ない。そして彼は、ランプをまた手にして、我々は一切無言のまま、喫煙室に戻った。彼は玄関まで一緒に来て、編集者がコートを着るのを手伝った。医師は彼の顔を見つめて、 ためらいがちに、働きすぎですよ、と告げ、すると時間旅行者は大笑いした。彼が開いた戸口に立って、おやすみなさい、と叫んでいたのを覚えている。私は編集者と一緒にタクシーに乗った。彼はあの話を、見事な嘘だと思っていた。私はというと、 結論が出せなかった。彼の話は実に素晴らしく信じがたく、語り口は実にもっともらしくて筋が通っていた。ほとんど一晩中そのことを考えて眠れなかった。そこで翌日、また時間旅行者に会いに出かけようと決めた。彼が研究室にいると言われ、買って知ったる家だったから、 研究室に上がり込んだ。が、そこは無人だった。私はしばしタイムマシンを眺めると、手を伸ばしてレバーに触れた。すると、その短くてがっちりして見えた塊が、風に揺れる大枝のようにしなった。その不安定さにひどく慌てて、私はなぜか、 触ってはいけないと追われた子供の日々を思い出してしまった。廊下を戻ると、時間旅行者とは喫煙室で出くわした。彼は家から出てきたところだった。片脇には小さなカメラを抱え、もう片脇にはナップサックを抱えている。私を見ると笑って、握手用に肘を差し出してよこした。 あれがあそこにあるおかげで、えらく忙しくてね。と彼は言った。でも、これは何かインチキではないのですか本当に時間旅行ができるのですか本当ですし、本当に時間旅行ができます。そして彼は、まっすぐに私の目を見つめた。ためらった。 目を部屋の中にさまよわせる。三十分ください。あなたが来た理由はわかっているし、それは心底感謝しています。雑誌が少しありますから、もし昼食に立ち寄ってくれれば、今回こそこの時間旅行を疑問の余地なく証明してみせましょう。ですから今はちょっとお相手できないのをお許しいただけますか。 私は彼のセリフの持つ意味の全てをほとんど理解しないままに同意し、彼は頷くと廊下をそのまま下っていった。研究室の扉がバタンと閉まるのが聞こえ、私は椅子に座ると新聞を手に取った。昼食前に何をするつもりだろう。その時、ある広告を見て、出版社のリチャードソンと、 二時に会うことになっていたのを思い出した。時計を見ると、ギリギリその約束に間に合うかどうかだ。私は立ち上がって、時間旅行者にそのことを告げようと通路を下った。ドアの取っ手を握ると、爆発音が聞こえたが、それは妙に死きでトンボで、その後、カチッ、ドサという音がした。 ドアを開けると、一陣の風が周りに生じて、部屋の中から割れたガラスが床に落ちるのが聞こえた。時間旅行者はいなかった。黒と真鍮の回転する塊の中に、おぼろげなはっきりしない姿が一瞬だけ見えたような気がした。その姿は透けていて、その向こうにある、 図面を何枚も重ねた作業台が実にはっきりと見えたほどだ。でも目をこすったらこの原因は消えた。タイムマシンはなくなってしまった。収まりつつある一陣の誇り以外には、実験室の奥には何もなかった。どうやら天窓が一枚、室内に吸い込まれたようだった。 曰く言い難い驚きを覚えた。何か変なことが起きたのは分かった。そしてその瞬間には、その変なことの中身が分からなかった。立って眺めていると、庭への扉が開き、召使いが現れた。我々は顔を見合わせた。そしていろいろ考えが浮かんだ。 〇〇さんはそっちから出て行ったかねと私は尋ねた。いいえ、こちらからはどなたも。〇〇様はこちらにいらっしゃるのかと思っておりました。その時私にはわかった。リチャードソンの不況を覚悟で、私はそのままそこに留まり、時間旅行者を待った。二番目の、 ひょっとしてもっと不思議な話を待ち望み、彼が持ってくる標本や写真を期待して。でも今や残念ながら、それには一生待ち続けなくてはならないのではと恐れるようになっている。時間旅行者が消えたのは三年前。そして今や誰もが知っている通り、彼は二度と戻ってきていない。 エピローグ。考えずにはいられない。彼はいつか戻ってくるのだろうか。ひょっとすると彼は、過去へと遡って、旧石器時代の血をすする、ケムクジャラの野蛮人たちの手に落ちてしまったのかもしれない。あるいは白亜紀の海の深みに飲まれたか。あるいはジュラ紀の巨大な暴虐爬虫類。 グロテスクなサウルス類に囲まれたか。今でも、と呼んでよければ、プレシオザウルスのうろつくオーリスサンゴ礁をさまよったり、三畳紀の無人の塩水故障のほとりにいるのかもしれない。それとも彼は、未来へ向かったのだろうか。もっと近い時代、人間がまだ人間ではあるけれど、 我々の時代の謎が解け、その悩ましい問題が解決した時代に。それは人類の青年期だ。というのも、この私は、近年の儚い実験や断片的な理論、相互の不協和が、人間の最盛期だとはとても思えないからだ。私は、自分としてはこう述べる。彼は、 人類の進歩について極めて暗い考えを持っていたことを私は知っている。この問題についてはタイムマシンが作られるずっと前に彼と議論したのだ。そして彼は山積する文明の中にいずれ結局はその創造者たちの上に崩れ落ち破壊することになってしまう。 愚かしい山しか見ていなかった。もしそうであるなら、我々としては、自分がそうした存在ではないかのごとくに生き続けることができるだけだ。だが私にとって、未来は未だに暗く白紙のままだ。広大な無知の領域であり、彼の物語の記憶によって、ほんの数箇所、 あちこちが照らされているだけだ。そして私は、気休めに、奇妙な白い花を二つ。今やしおれ、茶色く潰れて脆くなっているが、手元に持っている。精神と強さがなくなってしまった時でも、感謝とお互いの優しさは、まだ人の心に、 生き続けていたという証拠として。